い、どうもこんばんは皆さん。あ、お待たせしております。今日はちょっとね、いつもだいたいマイクラばっかりやって、マイクラじゃねえわアモンハスばっかりやってますけど、はい、今日は水平思考ゲームというゲームをねやっていきたいと思っております。皆さんこんばんは。はい、まあいわゆるウミガメのスープと言われてるやつなんですけども、あらまあ、スパチありがとうねえ。まあね、その辺の説明もしますから、はい、よろしくお願いしますね。わからない子も全部ね、最初説明するから聞いといてちょうだいね、よろしく。で、今日ねちょっと人数多いから、ただちょっとね来れなくなった子もいるので、総勢16名か、全部16名いますね。はいはい、新キャラも、はい、そうですね、今日初お披露目ということで、なっております。はい、じゃあ、一人ずつ出てきてもらおうかね。はい、じゃあ行きましょうか、早速ね。はい、じゃあ銀時、俺たちが介入するのは、世界中からかき集めた汚れ仕事ネットワークだ。正義も大義もない。これあのね、はい、あのメタルギアソリッドのカズヒラ・ミラーというキャラのセリフなんだけどね、誰にも伝わらない。わかんねえだろうがよ。でもあのうちのズラがこれ聞くたんびにめちゃくちゃ喜ぶからね、なんか やっちゃった。あ、もう中の人、中の人がね、つながりがあるからね。そうそうそう、メタルギアソリッドっていうゲームがあるんです、皆さんね、はあ、分かる人には分かるネタでございます。ちょっと聞き比べてみてください。今日もよろしくお願いします。まあ普段はマイクラ、おっとっとっと、アマワスをやってるんだったっけ。私のね、間違えたのをねぶり返すじゃないよ。みんないつもアマワスやってるんですけれども、思考を変えてやってみるというところで、どういう風な結果になるかわからないですが、高評価を見て刺したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ続いて、シパチ。来たんだ、もう追いついたった。レールトレーサー、リース、トニー、無事だったんだね。よかった、本当によかった。ってことで、はい、これはねですね、なんだこれ、から、ね、ジャグジーっていうキャラクターですね。は、なんて、はい、バッカーノのジャグジーです。わかるかこれ野郎、それこそわかんねえやてめえこの野郎。いやいやいや、めちゃくちゃ声優さん豪華だし、めちゃくちゃいいアニメだから。何それ、あた知らないんだけど。いや、遅れてますね。遅れてる、じゃあいつのアニメなんだよ。ということはね、まあ今日はね、いつのアニメなんていいこの野郎。あ、間違えた、ウミガメのスープですか。はい、頑張りましょう。はいはい、じゃあ続きまして、カグラ。カグラは今、貞治にお乳を与えてるかもしれません。はい。じゃあ続きまして、じゃあマダオ。ああ、何もかもめんどくせえ。あ、どうも、よろしくお願いしまーす。あ、ちょっと待って。今のは何かしら。いや、鋼の錬金術師のあの、怠惰のスロースっていうキャラがいて、ね、めんどくせえ、めんどくせえ言ってるやつなんですけどね。鋼かもめんどくせえ、私、鹿丸しか思い浮かばないんだよ。悪いね。はい。ということで、なんか今日はね、あれ何でしたっけ、ウミネコのスープでしたっけ。なんかやめないよ、うるさいで。間違えたんだよ、ツイッターで。私は、ツイート間違えたんだよ。なんか、ね、ウミネコ、泣くのかな、泣く頃に何かするのかなってことで、はい。よろしくお願いします。はい、よろしく。普段マイクラやってる俺らがウミネコのスープやるから、ね。あ、ぶり返すじゃねえよ、これ。ね。ぶり返すじゃねえよ。うちちょっと日暮らしなんだけどな、泣く頃はな。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして、カツラ。配信のためにずっとスタンバってました。いや、本当はアスランやろうと思ったんですけど、セリフ忘れました。よろしくお願いします。え、覚えてるやつやってよ。覚えてる感じでやってよ。なんだっけ、キラーとか。あー、キラー、アスランだら。はい、よろしくお願いします。え、今誰、ナオキッチ、ん、なんか聞こえたね。なんかやって、やるのかい、ちょ、やってみ、あんた。なんだっけ、アスランって叫んだ、今、とりあえず。あ、いや、もういいや、もういい。はい、いいです。カツラ、行きまーす。中途半端なことすげえ、これやろ、ほんとに。はい、じゃあ続きまして、坂本。ムーロンラミー、ムーロンラミー、行くぞ、友よ、命をここに、テルモトゥライ、テルモンタリー。あ、どうも。
坂本つなです。テルマエロマエ、はい、あの FGO のレオニダスっていうキャラクターですね。はい、レオニダス。あ、レオニダス、そうなの。あ、中の一つ長いなのね。はい、あ、なるほどね。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ続いてさっちゃん。ラグチーは普段は泣く虫だけど、覚悟を決めた時は絶対に泣かないんですよっていう、あのさっきやった、あのザグジーリースっていう、あのそういうキャラがばっかのにいましてですね、あの、何だよ、リースやらジャグジーやらシャワーで湧いてんのかおめえら。バッカーノだとここカップルなんですよ。あ、そうそうなんですよ。知らねえよ。呼ばれたのかなと思って。知らねえんだよ。すごい嬉しいです個人的に。うるせえわ。はい、じゃあ続きましてキューベ。戦いにおいて足手まといなのは力のないものではない、覚悟のないものだ。で、おなじみの朽木ルキアです。まあ、ルキアわかるよ。ルキアはわかる、さすがに。っていうのは嘘で、野球キューベで頑張ります。よろしくお願いします。まあ、嘘、あ、嘘、嘘なのもわかってるよ。うん、それもわかってるから。はい、わざわざ言わなくても大丈夫だよ。はい。じゃあ、続いて、見回り組から、はい、佐々木さんお願いします。その痛みで私を思い出せ。普段テレクラをやってる我々がウミガメのスープをやります。よろしくお願いします。エリートです。今のセフィロス。あ、お気づきになりましたか。当たり前。さすがバーバー。バーバー、うるさいね。わかるよ、それくらい興味ないね。はい、うわ、二度とやれ。テレクラに突っ込んでやれよ。え、何、なんで。あの人テレクラって言ってたよ。え、テレクラ、テレクラって何ですか。お気づきになりました。もう次行きましょう。いや、私ちょっと分かんないからさ、ちょっと聞こうかなと思って。知識はないんでね。はい、じゃあ続いてノブメお願いします。あなたが殺せと言うなら今すぐにでも殺します。どうしても信じられないならこのノートあなたが扱ってください。はい、今のは天音ミサをやりました。デスノートです。あ、今ノブメやります。よろしくお願いします。あ、デスノート、デスノート、デスノート、ライトくん。ここにはいないけどね。あ、ライトくんいないんだ。あれ、できる人いないんだ、この中に。だから、ライトくんいろんな理由で声真似しちゃダメだよ。あ、そうか、そうだったね。あ、思い出したわ。あ、マモだ。わかったわかった。はい、じゃあ続いて起きた。いいえ、自分の人生です。生涯の伴侶は自分で決めたい。そうあるべきではありませんか。というわけで、起きた副反応相互です。え、今の誰？今のは、歌の王子様の、聖川正人っていうキャラクターなんですよ。歌プリ、うん、歌プリ。懐かしいやつ、懐かしいやつ。あれ、私とコラボできるね、あんたね。うん、ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。推しです。ありがとうございます。ことぶきレイジ、ことぶきレイジがね。あー、なるほど。よろしく待っちゃっちゃう。何やってんの。はい、というわけで、いや、もうちょ、今日副反応するちょっとやばい。あ、そう、はい、ほどほどにしてちょうだい。はい、はい、じゃあね、新キャラがいますから、じゃあまずは、おたえちゃん。頑張れミオン、私もシオンを頑張る。ということで、志村たいです。よろしくお願いします。出た、日暮らしだ。日暮らしじゃないんですか。あれ、海猫で、海猫です。はい、海猫で、海猫の、はい、海猫なくどうしたんですか、シオンさん。何かありました。傘がいて、よかった。ちょ、やらないで、うん、日暮らしじゃないから。はい、お願いします。お願いします。はい、おたえさんね、はい、初日お披露目ということで、はい、よろしくね、皆さん。はい、じゃあ続いて、今度。お前たち、最高だぜ。あれ、元気ねえな、今日はウミガメのスープって聞いたんだけどな。全然関係ないよ。近藤勲です。よろしくお願いします。あー、クラッシュね。クラッシュやりましたね、今。あなた、はい、ただ、はい、千葉さんの他のキャラクターを全然やっていないので焦っちゃったよ。あー、まあ、みんな中の人つながりで来てるから、びっくりしたよ。どうしようかなと。あ、自分の番だと、どうしよう、クラッシュやろうと。ウミガメだし、クラッシュやろうと。ただ今日はあれですよね、あの亀頭のスープって聞いたんですが。やめなさい、亀頭やめなさい。あ、近藤さん、冬眠から目覚めたんですね。お久しぶりです。と、え、いや、そう、え、ちょっと待って、ずっといたよね。
いや、知りませんね。ちょっと初登場でそんな扱いなの？ガヤガヤしておりますけれどもね。はい、この後に、土方と、あと、誰だ？土方誰が来るんだっけ？あー、ザキだ、ザキ。地味すぎて忘れちまったよ。うん、ザキが来ますんで。もういるよ！あ、いた！いるんですよ！いたいた！私もミュートで喋っちゃってた。あー、あとミュートだったのかい？なんか、おちちゃけに言ってんのかと思った、貞治に。あ、そう？違った。あ、じゃあ、かぐら。これから俺を救ってくれよ、ギーロ！赤い戦線の絶望王ってキャラです。ありがとうございます。あ、結界戦線？ありがとうございます。結界戦線。主人公です。はい、あー、はい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 。あ、いましたね、そういや。ずっと見、もう昔見たからもう覚えてねえや、私。全然。あ、そう。はい、じゃあ続いて山崎。クロちゃんです、わわわ。声が。帰ってきたばかりの声が。ひどいなぁ、おめぇはほんと、お前はひどいね、ほんと。違うんですよ、聞いてください。聞いてください。帰ってきたばかりで声の、もう調子がね、喉の調子が今日全然喋ってないんで。違う、喉の調子良かったらできますみたいな言い方してるけど、ね。喉の調子が良かったらできるんですよ。そういう問題じゃねえだよ。なんでクロちゃんなんだよ。いや、できるキャラがいないんで、山崎しかできないんで。ライオン、クロちゃんやりたかったんですけど。ライオンくん2代目あるじゃないか。ライオンくん2代目も、もうセリフももう全然ないし、もうわかんないんで。ちょっとライオンくん2代目やってよ。待ってハム太郎みたいな感じですかね。あ、すごい、ね。すごい。めっちゃ似てる。すごい。全然知らねえだろ。見たことねえだろ。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、このあと土方が、来て、ちょっとさっ今日はね、しんすけとあとあれ、アブとか、うん、この2人がちょっと来れないということで、この、16名でやることになっておりますので、よろしくお願いします、皆さん。はい、あー、帰ってこれたそうです。はい、じゃあ入ってちょうだい。帰ってきたみたいです。はい、入ってきてちょうだい。じゃあ、ちょうどいいタイミングで帰ってきたみたいですね。はい、あ、来ましたね。あ、来た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 。はい、じゃあ自己紹介してちょうだい。 FD 最大の武器は旋回スピードの高さだ。それを忘れるなよ、ケイスケ。あら、ってことだ。イニシャル D や。絶対イニシャル D。 あ、すいません。ありがとうございます。シンプルに好きです。好きです。さっきから何だ、はい、アンテナちゃん、その尊い感じ出すの何だよ。いや、好きです。いや、間に合った。よかった、間に合ったね。あった、間に合いました。よかったよかった。じゃあ、あと土方だけですね。はい、あいつが来たらね、揃うって感じでございますけれども、はい。今日はあなたたちね、ウミガメのスープやるから。いや、じゃなくて。よし、終わりか。やめまーす。アモンガス。アモンガスじゃねえよ。ウミガメのスープやるっつってだろうか、これ野郎。聞いてねえのか、ミガメ。ウミガメのスープもっとってやつか。あれ、そんなことねえんだよ。役職なんだよ。役職なんかねえよ。産卵元か。産卵の話してんじゃねえかよ。ちげえよ。なんで産卵元ってお前。卵産むのかお前。お父さん産むのかお前。上司にすんのかこれやろ。誰か鍋煮込んで鍋。ツッコミが追いつかれたこれやろ。ドリーよ。アイさんの鍋なら。ふざけんじゃねえ、ほんとに。食べますよ。何言ってるかわかんねえんだよ。聖徳太子じゃねえんだ、私は。ムラムラします。知るか知るかよ。聞いてムラムラしてんだよ。はい、ルール知らない人多いよ、はい、ルール知らない人多いよ、絶対に。はい、はい、みんながね、落ち着くまでにね、はい、もう5分くらい経ちましたよ、皆さんね。はい、大丈夫ですか。マジ、はい、?5 分もかかっちゃった。新八どうする、うん、やべえよ。仕方ないですよ、こんだけ人数いるんですから、自己紹介。なあ、そうだよな。まあ、あ、そうだよね。サバゲーとか行きたくね。勝手に違う話してんじゃねえ。裏の話すんだ、この野郎。裏でやってた話はすんじゃねえよ。今してんじゃねえ、この野郎。マジか。マジかじゃねえんだ、当たり前だろうがよ。何年やってた。ああ、ダメなのか。ダメなのか。やりたかったな。お前配信歴何年だこれ。ふざけじゃねえよお前。半年かもやろ。
はい。そうだね。そうだねじゃねえんだよ。10年くらいやってるの知ってんだよ、私はよ。ふざけんじゃねえよ、まったく。配信とサバゲーは全く関係ないですけどもね。ふざけんな。なんでだよ。なんで私が責められるの、おかしいだろう、この野郎。うーん。じゃねえよ、おめえ。はい。ね、何してんの、 10時間ぐらい歌わくしてたの話す。いらない、やめて、やめて、もう1000人くらい消えるからやめて、1000人くらいいなくなっちゃう、やめて、本当に。やめてちょうだい。何すんだよ、どうせ今日は。なんか、パッツァンの声がちっちゃいみてで。なんだって、新八くん、お兄さんと叫んでごらん。なあ、メガネから声出せ。メガネから声出せ。てめえら話が進まねえんだよ、これやろ。ふざけじゃねえよ、今日はウミガメのスープします。はい。何かっていうと、水平思考ゲームと言われるものですね。はい。ご存知ある方はご存知あると思いますけど、ご存知ない方はご存知ないと思います。当たり前だろっつってな。当たり前だろっつってな。こいつらでこっちのこと言ってるよ。あんたどこの信じろなんだ。ちょっとボケただけだろうがいいだろ、別に。ちょっと一人で乗りツッコミしてるボケただけだろ、いいだろうよ。ちょっと欲しくなっちゃったうるさいね、欲しくなった、うるさいんだよ、ほっときな。突っ込んでばっかだったから。はい、そうだよ、はい。はい、というわけでね、どういうゲームかっていうことを、ね、視聴者さんにね、わかりやすくお伝えしたいと思いますけれども、はい。まずですね、まあ、なんでこの水平思考ゲームがウミガメのスープと言われているかというとですね、有名な、問題がございまして、そちらの問題、このこちらですね、ボン、はい、こういう問題がございます。ある男がとある海の見えるレストランでウミガメのスープを注文した。スープを一口飲んだ男はそれが本物のウミガメのスープであることを確認し、感情を済ませて、帰宅した後自殺した。一体なぜと。はい、こういう問題があるんですね。大喜利ですか。全然違います。全然違います。誰も笑い取れなんつってねえんだよ。そういうやっぱり無職だったのかな、その人もね。ちげえよ。すげえよ。その教室もいいな、やっぱりな。社会に。皆さん、さようならっつって。社会に絶望して死んでんじゃねえんだよ、こいつはよ。あんたと一緒にすんな。かわいそうにねえじゃねえよ、この野郎。違います。はい。要はね、この問題を、要は、まあ、想像力を働かせて、確信に迫ってくださいというものでございます。ね。で、質問をしてもらいます。出題者は私、おとせが出題者です。で、あなたたちが、答える側ね。で、質問を私にしてもらって、私がイエスオアノーで答えますね。だからイエスオアノーで答えれる質問をしてほしいですね。そこから導き出して、答えにたどり着くというゲームでございます。なるほど。はい、なるほど。要するに、まあ、これは何色ですかではなく、これは黒色ですかっていう質問とかの方がいいということだな。そういうこと。はい。まともなこと言ってる。まともなこと言うだろ。2億年ぶりぐらいの人まともなこと言ったな。いや、素晴らしい。なんで2億年も生きてんだよ。いつもそうがまともじゃないのか。いや、そんなことはないはずだよ。進まねえんだよ、この野郎。はい。で、今のウミガメのスープの問題の答えがこちらね。こういうふうに。うわ、はい、長いな。長いな。長いな。ね、男はかつて数人の仲間と海で遭難し、とある島に漂着した。食料はなく仲間たちは生き延びるために力つけて死んだものの肉を食べ始めたが、男は堅くなに拒否していた。見かねた仲間の一人が、これはウミガメのスープだからと嘘をつき、男に人肉のスープを飲ませ、救助が来るまで生き延びさせた。男はレストランで飲んだ本物のウミガメのスープと、かつて自分が飲んだスープの味が違うことから真相を悟り、絶望のあまり自ら命を絶った。これさ、わかるのか。わ、はい、かるんですね。難しい。要は確信に迫ればいいわけです。これはそのもの、ね、うん、こういうストーリーがあったよっていうことなので、ここにはなんで死んだかっていう確信に迫ればいいわけですよ。そうですね。一応言えばいいというわけでもないですからね。はい、そうです。物語を作ればいいの。そうなんです。だから確信に迫りさえすれば、結末はね、いろんなパターンがあったりもします、もちろん。お、うん、はい、なるほど。まあ、はい、誰がサイコパスかようわかる。いやいや、そういう問題じゃねえよ。そういうものじゃない。そういう問題じゃねえんだわ。うん。違うのか。全然違います。ね、真実はいつも。そんなこと言ったら、あんたで勝つのが一番勝っちまうだろうがよ。はい。なんでよ。あ、頭おかしいから。自覚がないところがもうそうですね。いや、自覚がないからな。もう自覚ないですから、すでに。そう、想像力が必要なゲームとなっております。はい。理数系は、理数系の聞いときゃ難しいかもね。俺だけじゃないよね。まあでもなんか、あればっかりだったな。
理数系じゃない人ばっかりだったよな。文系が多いからね。文系ばっかりだったよな、うん、みんなに任せよう。はい。で、人数が多いのでチーム分けしております。はい、はい、まず、よろずやチーム。あー、なんだよなんだよ。いや、みんなで大声出すシーンなのかなって。苦しんでるように聞こえた私は。あー言うて、え、ごめんね。いや、いい、なんか、お母さんの卵を食ったのかなと思った、今。なぁ、じゃあ、ダークマター食ったわけじゃないの。大丈夫？まだ、まだありますよ、ここに。いらない、いらない、いらない。出す、出す、出す、しまい。あ、また、また、まだある？またじゃねえんだよ。違うんだよ。うん。そこだけ拾うな。それまた今度。食べたいな。かぶせてくんじゃねえよ、親父ギャグ。はい。ヨルゼアチームは、銀トッキー、カグラ、シンパチ、オタエ、マダオ、はい、この5人がヨルズヤチームとなっております。あ、なるほどなるほど、あ、理解しました。はい、なるほどね、なるほど。はい、そして、新選組と見回り組チーム、はい、うん、近藤、はい、土方、沖田、山崎、佐々木、信明と、こちらは6人。はい、まだ土方一番優秀でしょうね。あらば、そうなの。まあ一番優秀ですね。あ、そうなんじゃない。僕応援しますね。マジかよ。何で応援してよ。応援ってなんだよ。はい、あらあらじゃしてだから、もう挟むじゃねえこの野郎。はい、じゃあ続いてですね、 3つ目、上位組と愉快な仲間たちチーム、こちら、桂、坂本、俊介、さっちゃん、久兵衛。となっております。愉快大丈夫か、うん、そこの人大丈夫か。問題児大丈夫。ウゾウゾチーム、問題児だらけだ。ウゾウゾチームですね。あぶれものチーム。なるほど、あぶれものか。仲良くできるか分かりません。大丈夫。くくりきれなかった。しようよ。はい、で、3チームに分かれてもらいます。で、各チームに2台ほど、2問ほどね、お題出します。それの時間を測ります、答えが出るまでに、うん、だから質問はガンガンしてもらっていいんですけれども、うん、順番で、はい、例えば銀時が質問しました、次カグラ、そして新八、おたえ、まだお、これ回っていきますね。はい、左からにしない、分かりづらいよ、うん、今の。あ、そう、あ、画面のじゃ左からにするかい。画面の、ね、そうだね、うん、の画面の左から一人ずつ質問をしていて、うん、質問の回数はね、あの別に全然いいです。はい、ただ時間だけ、取りますからね。はい、ほんで、あのぐだりそうだったら、止めます。はい、それで止めます。はい、こいつら答え導き出せそうなーって無理だなーと思って、うん、はい、あ、進行下るなーと思ったらもう止めます。はい、残念でしたって言います。はい、まあ5分以内とか10分以内とかね、まあ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 、それくらいのね、スパンでやってもらいたいというところ。なるほど、まあ、そんなに難しくないから、あんたたち大丈夫だよ。うん、わかりました。さっきのウミガメのスープ、あれかなり難しそうだったけど。すげえ難しそうな質問だけど。あれレベルだったら俺もう諦めるよ。頑張ろう。俺はちょっと想像力。あら、そうかい。あれレベルだったら俺も寝るな。あら、想像以上に IQ が低いかもしれない、皆さんね。心配になってまいりました。はい、でも簡単です。はい、簡単なので安心してください。なんじゃなんじゃ。さっきのはちょっと日常とはかけ離れすぎてる問題だと思いますから、できる限りね、日常にありそうなものを持ってきてますから安心してください。なるほど、俺は助かる。はい、お登世さん、質問よろしいでしょうか。何でしょう。私、ウミガメのスープマイスターなんですけども、このウミガメのスープというゲーム、性質上一回やったゲームは二度とできないという。そうですね、できませんね。性質がありますが、もしかしたらやったことのある問題が出てきた場合はいかがしましょうか。そうですね、まあ、あなた以外の人には大体聞いたんですけれども、おそらくあなたが一番問題でございまして、あの今から言う話題、聞いたことあるかないか教えてください。問題で、うんうん、ブルーレット。ブルーレットないですね。はい、ピアニストないです。初めての中これ問題聞かないとあれですけど、まあないです。ストーカー多分ないです。トレイン呼ばれたきました多分ないです。曲名言ってるのこれ。そうだよ。何を言ってるの。これミスチルのアルバムを上から言ってる。違えよ。なんで私が急にミスチルのアルバムを上から言っていくんだよ、順に。じゃあ、おかしいシーソーゲーム食うのか、この後シーソーゲームがよ。仮にもし知ってる問題だとしたら、知ってますということで口を紡げばいいですね。そうですね、紡いでわかりました。はい、まあまあ多分大丈夫かな。なるほど。はい、最後に浮気。知りません。やっぱ曲名だ。やっぱ曲名だこれ。はい、じゃあね、イントロドンか。
ちげえよ、イントロとしねえんだよ、今からよ。なんだあやる、うん、なんで急にオールスター感謝祭お前らと一緒にやらなきゃいけねえんだよ。やるか、あるわけねえだろうがよ。どんどんネギコーじゃねえんだよ。ネギトロドン。うまいよな、ネギトロドン。腹減ってるやついんな。大盛りかってなんだ。何の話をしてんだ、この野郎。はい、というわけで、まず最初は、まず最初は、よろずやチームから、いきます。その他のチームは、下に下がってください。わ、うん、かりました、うん、下に下がる、はい、下に下がってください。ひな壇芸人みたいな感じじゃないんですね。ああ、いらないいらないいらない、はい、うるさいから、うるさいもん、うるさいから、うるさい、うるさいから集中できないから、この子たち、うるさいとか言わないでよ、はい、ね、うるせえだろうからやろ、一番うるせえやつだろ、うるさくないよ、ってことは6人ぐらいで回していくって感じなのね、常に。はい、そうですよ、そうですよ、なるほどね、なるほど、はい、じゃあ、まあさっさと降りろよ、おめえら。何座ってんだ、この野郎。もう、てぇ、うるせえな、あいつ。ほんと爪痕残そうとすんだよな。まったく、はい、ようやく静かになりました。時間かかりましたね、まったく。ひな壇芸人なしか、はい、なるほどね。はい、いませんから、ほんとに。静かですねって、これ普通なんだよ、これくらいの人数がちょうど、ちょうどいいんだよ。今配信 BGM かかってんの？かかってるよ。あ、いい。当然当然かけてます。まあならこれ以上あってもうるせえかもな。うるさいのよ、本当に。もう私が進行できないんだよ。多すぎて。ごちゃ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 しやがって。はい。下で新選組と上位で分かれてるもんだって、ちゃんと。ちゃんと分かれてる。偉いね、あれね。これ別に分かれる必要ねえのに。真面目なんだよ。真面目なんだよね、実はね。はい。じゃあ、行きましょうか、皆さん。はい。ねえ。はい。準備はよろしくて。じゃあ、1問目行っちゃおうかな、1問目。はい。難しいな。カズハ、じゃねえや。おたえさん、頑張ってね。頑張ります。中の人の名前呼ぶなよって。頑張ります。あ、じゃあ、最初は、まあ、よろずやは、簡単な問題から言ってこうかね。ね。ちょっと、まだおがなんか得意そうな気もするけど、うん、心配だね。やったことないよね。やったことない？あ、そう？ない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 。あ、ならならよかったよかった。じゃあ、皆さん、行きましょうか。はい。まあ、リスナーさんもね、ちょっと考えてほしいけれども、あんま答え分かってもね、言わないようにしてちょうだいね。このカンニングすぐするから、こいつら。うん。お願いしますね。そうなの？はい、すぐするから。しません、しません。すぐするから。そんなことしません。え、なんでバレ？バレじゃねえんだよ。する気満々かよ。なんでもないね。そうだったの？みんな、見てないよ。はい。じゃあ、行きますよ、皆さん。では、問題出しますね。はい。よいしょ。まず最初の問題、こちら、ドン。好きな子にキスすることができた。嫌がられなかったのに脈なしだった。一体なぜ？もう一度言います。好きな子にキスすることができた。嫌がられなかったのに脈なしだった。一体なぜ？はい、こちらの問題でございます。はい、問題はね、ディスコードに貼りますので、こちら紐解いていってください。一般に貼りますからね、あんたたちね。はい、よいしょ。はい、じゃあこちらの問題を今から、考えてください。ストップウォッチ起動しますよ。スタート。これあれでしょ、答えボル君だからじゃないの？どういうこと？質問は、はい、キスした人がボル君ってこと？ちゃんと質問するだけ質問するで言ってくださいね。まあ、おたえさんからだからね。おたえちゃんから。あ、じゃあ私からいきますね。はい、どうぞ。その好きな子は人間ですか？はい。イエス、人間です。はい。はい。おう、これ次あれか、新八くん、新八、はい、どん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 、はい、どんどんいいですよ。これはボルくんですか？の違うらしいです、ね。脈がないってことで心臓が止まってることっていう意味ですか？イエス、いい質問です。止まってるやん。まあそうなるよね。止まってるよ。今朝あれ？今朝もう心臓もういっちゃった。いや、でもこれは簡単なんじゃないかな。でもね、これじゃなんか質問ある、うん、まあ、後でいいよ。答えれるんだったら答えてくださいよ。チューしたのはパンデモニウムと新八ですか？なあ、
違います。すごっと、じゃあ俺か。じゃあはめたのは俺じゃなくて銀さんですよね。 No、 違います。あれ、はめられた。あれ、ちょっと何のこと言ってるか分かりませんけれどもね。はい、No でございます。答え分かったね、多分。分かりましたか。まあ順番で言いますか、はい、答えれ、おたえちゃんお願いしますよ。質問か答えか。私まだ確信が持てないから質問していいですか。はい、どうぞ。お、その人は、あ、その好きな人は、はい、卵焼きを食べていましたか。なんだこれ、あのちょっとダメだよ。ボケ出したな、これ。ボケ出したぞ。ボケ出した。まあね、そうですね。まあまあまあ、でも人生の中で食べたことはあるかもしれないという意味では、イエスじゃイエスかもしれませんけど、この問題には一切関係ございません。イエスです。もしかしたら直前に食べてた可能性は。分かった。はいはいはい。はい、シンバッチ。それは卵焼きと言えるようなものではなかったということですか。それは問題に関係ございませんので何とも言えませんけれども、あなたたちの、このも銀玉という物語であればイエスかもしれません。ありがとうございます。これ、はい、問題1行16文字ぐらいだけど答えはな、3行以上ですか。いやいやいや、あの答えはそういう類のものではございませんので、あの何とも、お答えしかねますね。それに関してはイエスかノーとも言えない問題、答えでございます。はい、あれ、なるほど、はい、かぐら、かぐらちゃん、次ボケる番だよ、はい、ボケる番だよ、ボケる番だよ、大喜利じゃねえんだよ。おめえら質問が答える番でしょ。大喜利じゃねえぞこの野郎。はい、もうそろそろボケが思いつかないある。答えてもいい、別に答えてもいいんだよ。うん、中というか、はい、じゃあ人工呼吸だったんですか。なあ、あれ、これ違う、じゃあわかんねえや。なあです、はい、一回じゃあこれ答えちょっとね、まあいい質問ですよ。いい質問ではありますね。てか別に答えを言って、だからですかって言ったらはいか言えで答えれるし、別に良くない。うん、なるほど、うん、言っちゃったらいいね、答えを。じゃあね、答えは好きな人のお葬式でお別れのキスをしたけど死んでいたから脈がない。はい、正解です。それでいいのかよ、それでいいのかよ、はい、まだもう銀さんのね、はい、あれの通りだよね。なんかキスするのに理由をめっちゃ長く言わなきゃいけないと思ってさ。さっきのウミガメのスープがバカ長かったじゃん。そうだよね、ちょっと引っ張られてたね。引っ張られてたわ。はい、葬式でお前死体にキスするやつ、もうダメでしょ、縁切るでしょ、そんなやつ。あれじゃない、ちょっとこうアメリカンな感じなんじゃない。はい、そういうことあるかな。はい、正解こちら、好きな子は亡くなっているので脈なしなのですという、はい、答えでございます。これは相当簡単だったな。はい、これは簡単すぎるわ。だいぶ簡単です、ね、まあね、もうさっきみたいにめっちゃ長く言わないといけないと思って本当に3行以上か聞いたんだよね。あれそう、実はバカボケじゃなかったっていう、はい、シンプルなやつ。はい、じゃあね、ちょっとね、モデレーターさんなんで、これ秒数覚えてください。4分18秒でございます。1問目は4分18秒、よろずやチームね。なるほど、はい、4分18秒でございました。あなたたちの、ね、これは1問ごとにチーム変える感じ。はい、変えますよ。なるほど、はい、じゃあよろずや行けばいいのかな。そうね、はい、そうだな。じゃあ続いては一緒でいいと思う。じゃあ続いて新選組チームに来てもらいますね。はい、来ないだろうな。あ、向こうに、あー、なるほどね、みんな行くんだね。はい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 、はい、よろずやチーム、じゃあよろずやに戻ってちょうだい。はーい、はい、じゃあ動く動く動く。あ、じゃあねー。はーい、はい、さて、続いては新選組チームになりますけれども、見回り組もつけてくれますか、ね、はい、新選組見回り組チームですか。そうです、正しく言ってください、はいはい、あ、すみません、あの新選組の2人を上に持ってきてほしいです。え、どういうこと。あの二人があの上がってきてないんで、上に。なんで上がれねえんだこいつら。わかんないです。
一人はあのあれです。トイレです。はい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 。分かった分かった分かった。はい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 。ちょっとここは、ね、人数多いからね。よいしょ。うんうん、来たな、トシ。おお、近藤さん、こんなとこにいたのか。お前を待ってたんだよ。それ。なんかマヨネーズ臭い。おい、マヨネーズ臭いってなんだ。品のない匂いです、ね。やってくれんなよ。品のない匂いってなんだ。おい、甘酒。なんだよ。副長はあの今日遅刻なんで、あの僕に意見できない。いやいやいや、別に。これは副長、副長遅刻なんで今日。うん、僕にあの意見できないんで。意見できない。大きな顔するのやめてもらっていいですか。おい、大きな顔するのよ。お、どういうことおい。いやいや、すいません。俺仕事してきてんだぞ、この野郎。あ、すいません、すいません。はい。で、あなたたちは6人ですから。ね、6人のチームになっております。で、先ほどのよろずやチームは4分18秒でございます。かかりすぎですよ。あら、まあそう、ええ、もっとね、すごい自信じゃないか。ここもう我々はもう一周する前に終わりますから、うんうん、あら、まああ、そう、すごいね、ええ、もちろんです。それは楽しみですね。はい、じゃあ警察ですよ、警察。仮にもあら、そう、警察頭がいいんだね。ね、皆さん、まあもちろん。ちょっと間があったよ、ね。即答じゃなかったけど。大丈夫大丈夫、まあ、佐々木殿がいれば安心だ。あ、そう。そうだな、近藤さん。じゃあ、あんたたちにはね、ぴったりの問題出してあげようかね。ほう。はい。ほう。まあ、ちょっとね、佐々木さんが得意ということで、やっぱりちょっと難易度を高めにしておりますけれども。なるほど。いきますよ、早速。うん。では、こちら。ドゥドゥン。問題。男は先にいなくなった。取り残された女は自分が死ぬ未来を想像し絶望した。では状況を補完してください。なるほど、はい、状況補完の補完の意味を教えてください。警察やめてしまえ。補完ってどういう意味なんですか。だから状況を整理してね、はい、あの当てがってくださいっていう、それで完成させてくださいということですよ。わかりました。すいません。うん、これだからザキは。いや、すいません。ちょっと。ザキあれだ。わからなくて。ザキ、エヴァンゲリオンを見てこい。あ、エヴァンゲリオンです。エヴァンゲリオン見たらわかるんですね。わ、うん、かりました。見てきます。保管計画じゃねえんだよ。みんながポカーンとしてしまった。うるせえな。何がポカンだよ。保管がポカンじゃねえだ、この野郎。うん、これに関しては。私が絶望してますよ。はい、ちょっとね、ディスコードの方に問題入りたいと思いますけれども、おう、はい、よいしょ、うん、これあれ、佐々木さん、ちなみにこの問題は知ってますか。いや、存じ上げます、存じ上げませんね。あ、大丈夫、ええ、あ、本当、あ、よかったよかった、ならよかったわ。男は先にいなくなった。はい、ちなみにこれ今日は一体何をやってるんだ。土方さん、あの、誰か説明してあげてちょうだい、この野郎に。ウミガメのスープです、うん、土方さん、昨日やったでしょ。ああ、俺と信上が同じ匂いがしたやつだな。そうです、そうです。なるほど。どういうことだい。同じ匂いとは。一緒にしないで。いや、同じ穴のムジナみたいなもんだろ。ここの女もじゃあ土方さんと同じ扱いということで。いいえ、信上さんは本当は分かってるんです。分かっていないふりをしてるだけなんですよ。そうだったの？なんせエリートなんでね。一体どこの穴の虫だな。あなた方に合わせているんです。一緒にしないでください。このさん、ボソボソ喋んだね。はい、土方さん、いいんだよ、やっぱ土方さんは違いますわ。どういうことだよ、と。そう、じゃあ、あんたたち、いいね、ちょっとこれ、私この、あ、問題貼るから、うん、ね、じゃあ質問をね、していってもらいますからね、うん、じゃあ一般に貼りますので、はい、問題。曲がりました。はい、こちらね、はい、はい、男は先にいなくなった。取り残された女は自分が死ぬ未来を想像し絶望した。状況を補完してくださいという問題でございます。はい、うん、はい、それではこれ順番は、沖田、ザキ、近藤、うん、土方、信部、佐々木という感じで、わかりました。参りましょうか。それではスタートしたいと思います。スタート。はい、なんだろう、これ質問する人に助言を与えてもいいんですか。ダメです。ダメですか、わかりました。うん、これは、え、あれか、話し合うのはいいんですか。まあ、話し合うくらいはいいけどね、話し合うくらいはね、うん、はい、こういう質問してとかいうのはやめてください。
なるほど。なるほどな。はい。まあ、質問の内容は自分で決めるという。そういうことです。ああ、ほうほう。なるほど。私ね、はい、沖田くん。はい。あ、いや、なんでもないです。おい、佐々木どういうことだよ。あの、エリートすぎてちょっと先走ってしまいました。先走って質問しようとすんじゃねえぞ、佐々木。多分メールしてくるかもしんないぞ。ちょっと今、打ってますから。ダメダメやめなさい。はい。はい、質問してちょうだい。質問、そうだな。はい。男は先にいなくなった、はい、その男がいなくなったということは、はい、まあその男は、まあ、一つのその部屋からいなくなったということですか？イエス。ほう、はい、部屋からですか？部屋から。部屋から、まあ一室からだな。そうですね、まあその、うん、なんていうんですか、まあ、ヒント空間ですか？そうです、はい、空間です。なるほど、はい、うんうん、一番大事なこと聞いていいですか、うん、じゃあ、はい、どうぞ。取り残された女の人はタマさんですか？警察を辞めてしまえ。なんでですか？いや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 、架空の人物なのよ、架空の。ノーでございます。まあでもこの話はなんですか、この問題の、これね、問題実は、実話が元になっているそうでございます。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。山崎、お前のせいで質問一個無駄にしたぞ。どうすんだよ。してないですよ。いや、大事なことだから聞いたんですよ。はいはい、近藤さん、はい、どんどんちょうだい。その男の人は、はい、連れて行かれたんですか？ No、うん、違います。連れて行かれてません。ではない。なるほどな。ほう、No です。自分の意思でということか。はい。なるほど、じゃあ質問です。土方さん、土方さん。おい、飛ばされてる。ね、質問させてあげて。素晴らしい。に質問させて。問題ないんだけど。はい、何が問題ねえんだよ。問題あるだろうがよ。飛ばすんじゃねえよ。じゃあ早くしてなんだ。そうですよね。土方さんが早く質問しないから、のぞみさんが言ったんですよ。あげたんですよ。急に、あれ、おかしいな、あれ。最近時間にルーズなんですよ。さっきも遅刻してたし、問題もさっさっさっさ言わないと。いつも迅速に言ってるでしょう。感動さ、はあ、だけしょうがない質問だ。ここ、はい、この男と女以外に登場人物はいるか？はい、いいえ。いい質問ですね。はい、いい質問です。いい質問なの今の。はい、いい質問。全然わからなかったんですけど。すごくいい質問です。はい、でもこれあれじゃねえか。男は先にいなくなった。これ男が女を殺すんじゃねえか。なんか私は違うと思います。違いますかね。うんうん、イサブロはもう分かってそうだけど。なんとなくこうなのかなという。はいはいはい。すげえな。じゃあ質問です。はい、どうぞ。男と女は、恋人関係にある中ですか？ No、 違います。関係ないということですか？それとも恋人関係ではございません。ない。おう、こう、私ね、空間っていうのはね、あれだと思うんですよ、うん、この男女が乗って、男女がいるのは車内ですか？車内ではございません。車内ではない、はい、うん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 、でも乗り物だと思うんですよね。乗り物、うん、先にいなくなった。はい、あー、そういうことか。うん、乗り物、うん、いや、あくまで予想なんで分かりません。だからもし聞いてほしいですね。なるほどな。はい、どんどん質問してちょうだい。質問に回数制限ないから、どんどん回した方がいいよ。これってもう、ん？沖田くんに回ってきたんですかね？沖田ですよ。俺ですか？そうだな。沖田ですよ。一応じゃあ、この女は、はい、その男は先にいなくなった、その男に殺されますか？いい質問です。はい。うん。ん？殺される。はい。殺される。はい。やっぱり、じゃあ、要するにな、男に殺される。ってこと、うん、女は男に殺される。はい、女が男に殺される。殺される。はい、うん、ほうほう。
殺される。はい、なるほど。質問して。質問してください、山崎さん。質問したい。乗り物に乗ってる、乗ってるの？あれだから、あれだ、わかりました、わかりました。乗ってるものは飛行機。の、no！ お前飛行機から先にいなくなってどうすんだよ、やばいだろ、飛び降りてんのか。ダイブしません、はい、わからないです。はい、近藤さん。その女性は、人質ですか？の、人質じゃねえ。人質ではないです。人質ではないです。でも、土方さんの、何か質問思いついてます、土方さん。登場人物は、でも、男と女しかいねえんだろ？そうです、そのはずだよ。で、うん、でも乗り物なんだろう？乗り物というか、まあまあ、その、要は。わからないです、わからないです。うん、乗り物かどうかわからないので。まあまあ、そうか。なるほど。あ、でも、どうやった質問せんやろな、それは。恋愛関係にあんのかってさっき聞きました。恋人ではなかったですね。ではない。うん、じゃあ、死ぬ。ストーカーかなんかじゃないですか？多分。土方さん、今浮かんでる疑問を質問してみたらわかるかもしれません。あ、いや、乗り物、いや、なんだろうな。パスならパスでいいんですよ、別に。乗り物ですかって質問してみてはいかがですか、じゃあ。あ、なるほど。うん、それは、そうか。乗り物ですか？はい。ほら、乗り物。乗り物？パス。パス。パス。じゃ、パスなら、のぶめさん、一つ質問してほしい。その殺しは直接的か間接的か。その殺しは直接的ですか？それは、一つだけの質問ですか？直接的かという質問ですか？直接かどうか。はい。お。直接的。お、先にいなくなって、あれじゃないですか、決めて、うん、ん、質問の答え何でした？はいです、はい、あ、はい、直接的に殺した、はい、もうなんかねえ、メヘラ男がぐさっといったんじゃないですかね。でも二人だけの空間でしょ、はい、直接的に殺、うん、女を殺しているんでしょ、はい、うん、男は先にいなくなった、取り残された女は自分が死ぬ、先にいなくなった、全然何も出てこないんですけど、どういう頭してるんですか、皆さん。車の中じゃない、飛行機でも。想像してください、想像してください。え、何も出てこない。二人しかいない状況。そうです。だから、バスとかタクシーとかでは絶対ない。はい、ああ、いいですね。いい発想ですよ。いい発想ですよ。ありませんよ。取り残された。っていうことは、先にいなくなったけど、また男は来るっていうことなんじゃないですかね。直接的に殺しに行ってるんでしょう、うん、その女の死因は、殺人ですか？はい。ああ、やっぱそうで。そうです。まあ、殺されてますからね。うん、はい、そうです。はい、でも具体的に説明しようって言ったら難しいな。保管してください。はい。まあ、いなくなったっていうところをね、どういう状況なのかというの。これ、あ、これ質問していい？乗り物、乗り物ですよね。はい。沖田くん、お願いします。はい、なんだろうな。一個まだちょっとよく分かってないんで、一個俺が思ったその質問をしていいですか、うんうん、この男は女のストーカーですか？いい質問です、はい、そうです、あ、やっぱそうなんだ、うんうんうん、やっぱそうだ、はい、なるほどな、なら男はストーカーなんですね、ならやっぱ振り向いてくれなくてやったんじゃないですかね、じゃあ振り向いてくれなくてやった、なんでだよ、まあ、だとしてこの取り残された先にいなくなった、はい、そこの説明を、それはもう、はい、ストーカーなので、はい、ストーカーが、殺人に及んだということはもう分かってます。女の人が、あれです、ストーカーって気づいてて、うん、その男が自分のストーカーだって気づいてて、びっくりして、逃げようとして、無理で、気づいたら武器取られて、で、なんかもう死ぬ寸前で絶望してるんだよ。多分。合ってますか？まあ、今の質問、まあ、ちょっと、まあ、答えてあげるのであれば、ね、はい、絶望した状況、死ぬ寸前、まあ、近しいっちゃ近しいです。う
なるほど。はい。しかし、はい、10分経ちましたよ。取られて。あ、急いでください、皆さん。はい、どんどん質問してちょうだい、近藤さん。近藤さん。うん、あれ乗り物っつったっけ？はい、そうです、はい、はい、乗り物です。乗り物で、はい、乗り物。発想変えた方がいいかもしれない、ね。もうちょっとその乗り物に関して絞ってこう。発想変えた方がいいと思います。何なのか。二人きりの空間だったな。はい、はい、私、おそらくの建物の中にある乗り物なのかなと。エレベーター。それ、あ、うわうわ。じゃあ聞いてみるか。それはエレベーターですか？はい、いい質問です。その通りです。あー、待って、エレベーターで先にいなくなって何すんのこいつは。エレベーター先に降りて、はい、降りてなんか待ち伏せしてたんじゃないか。なるほどな。待ち伏せ先にいなくなったってことは、どっかの階で降りて、ストーカーってことはどこに行くかも分かってるよな。そうですね。ってことは、なるほどな、女の人は感づいて、同じストーカーとして許せんだこれは。本当か。自分でストーカー言ってんじゃん。本当か。はい、肘型のほら。はい、トシ。トシ、ほら。もう出てますよ、答え。これは。トシ。質問が？え、なんだ？男は女の部屋を分かっていたかどうか。でも。あ、なるほど。登場人物。女が人。これは何だろう、女がどこに行くか分かっていたかどうか、そのストーカーだろうという固定概念良くない。あ、なるほど。質問してみないことには分からない。あ、まあそうだな、そうだな。あなたは囚われている。プロだ。常識に。プロだ。その男は、その女が次に何をするか分かっていましたか？はい。分かってるでしょうね。見回り組の人よ。これってでも、例えばエレベーターに乗ってるじゃないですか。うん。でも、まあ、最初から二人っきりだったとして、わざわざ一回降りて殺す必要ってなくない？先に降りたって誰が決めたんですか？ああ、そっか。いや、でも先にいなくなったって。自分の目の前から消えてエレベーターに乗ったかもしれない。ああ。わからないんですけどね、質問してみないことね、さあ行ってみましょう。はい、質問して。はい、もう近いですよ、近いところに来てますよ、あなたたち。はい、でも2人しかいないんですよね。俺の思ったちょっと答えが、もし人がいた場合に、まあ最初この、まあ男と女ともう一人乗ってたんですけど、まあ男、まあ女が、まあ自分の階の部屋を、まあボタンで押すじゃないですか。で、まあ、その、あ、いや、でも違う、ごめんなさい、なんでもないから。どんどん質問しないと。もう少しよ、もう少しまで来てるよ。殺せない。ダメだ、わかんない。最終的に、その男と女は二人きりの状態で、女は殺されましたか？はい、そうです。ちょっと答え言ってみていいですか？はい、どうぞ。女はおそらく男がストーカーということを分かっていたんですよ。まあどっかのタイミングで気づいたんでしょう、うん、エレベーター乗ろうとしたところ男が先に乗ってしまった、うん、そして女はこのエレベーター乗ってというか、まあ自分の家に部屋に階段で登ろうがエレベーター乗ろうが先に待ち伏せされていることを確信して絶望してしまった。これでいかがでしょうか？先にいなくなった理由は、エレベーターに先に乗ってしまったストーカーの男が乗ってしまった。うん、これ部屋番号とかまでは分かってなかったから、何階で降りるのかどうかを。じゃあ俺答え一回言っていいですか？いいですか？一応ね、これサイコパスですから、はい、皆さん、サイコパスか。じゃあ分かる、ストーカーなのでサイコパスですからね。じゃあ分かりました、言います。はい、どうぞ。はい、女がまあ自分の家の ね、アパートとかマンションの中に帰ってきて、まあ帰宅しようとしたんですよ。でそこでエレベーターを使ってエレベーターに乗ろうとしたら、そこにストーカーが急に入り込んできて、はい、ガッて、うん、えっってなって、はい、でまあそのストーカーが女に対してその結局思いをぶつけるんですよ。ずっとストーカーしてるけど俺お前のことが好きなんだと。でもやっぱり女からしたら気持ち悪いから、いや絶対に無理ですってなって、分かってしまいました。
男は、はい、それで、うん、そっかってなって、はい、まあ、違います。え、いや多分ちょっと最後まで最後までいいですか。で多分もっとかん、はい、もっとあれです。はい、多分そのまま男は、はい、女のまあ部屋のある階に行く前に途中で降りて、はい、ドア閉まる前に、はい、もう多分殺す、もう分かった、もう君はいらないね、殺すねみたいなこと言ったんでしょう。ほう、で多分階段かなんかでもう先回りして上グッて上がって、女が多分自分の階に着いた瞬間にグサッて、はい正解です。素晴らしい、はい正解でございます。おお、はい、大きなった総合、はい、16分5秒でございます。はい、モデレーターさん控えていてくださいね。マジで、はい、そうです、そういうことでございますね。答えはこちらになっております。ドン、はい、男は女のストーカーだった。ある夜のこと、女の帰宅時を狙ってストーカーをしている男は、女が自宅のマンションのエレベーターに一人で乗るところを確認し、一緒にエレベーターに乗った。女はもちろん自分が住んでいる階のボタンを押すが、男はその一つ下の階のボタンを押す。そして男はエレベーターを降り、ドアが閉まる直前にナイフを取り出し、笑いながらこう言った。上で待ってるね。女は以前からうすうす感づいていたストーカーの存在が彼であることを確信したが、ドアが閉まり上へ登るエレベーターからはもう逃げられない。取り残された女は自分が殺される未来を想像し絶望したというのがこのストーリーでございます。なるほど、なるほど。おいおいおい、はい、難易度違いすぎだろ。いやいや、佐々木さんいるから。佐々木さんいるから。さっきの1000倍難しいじゃん。めちゃめちゃ難しい。佐々木さんがいるからね、ちょっと難しくしましたけど。っていうか、マジおもろいのが画面で土方さんの前に旦那が来た。おい、うるせえ。うるせえ、邪魔すんなよ。かぶってる。いらねえ。かぶってる。うるせえ、お前、質問するのめちゃくちゃ遅いやつは映らなくていいんだよ。なんでだよ。お前、佐々木三郎に何でもいいですから、何でもいいですから質問してくださいってお前100回ぐらい言われてたから。100回も言われてねえよ。あんたたちよろずやこれ分かったのかい。ちゃんと答え。え、全然分かんなかった。そうでしょう。うん。ビルの火災だと思ったもん。ビルの火災で。ビルの火災。ビルの火災。だってこっちのマダオが船の上でサメに囲まれて。俺らそのレベルだったよ。俺も最初船だと思ってた。はい、でも直接ってなってたよ。言ったじゃないですか。これ難しいんだってこれさ。現実的なことだって言ったじゃないですか、皆さん。ちょ、足すのやめよう、足すのやめよう。わかりました。足すんじゃなくて、一番問題に時間かけたチームの代表者に罰ゲーム受けてもらう。わかりました。わかりました。土方さんですね、そしたら。土方さん。そうだね。うん、そうだね。ここは土方だね。おい！お願いします。はい、じゃあ16分ね。はい、じゃあおかしいだろ。はい、下がって。急にルール変更すんなよ。はい、続いて、はい、続いて上位組。ね、上位と、愉快な仲間たちチーム、はい、来てもらいましょうか。上がってきてちょうだい。はい。さあ、難しかったみたいですね。さあ来ました、ジョーイ。あら、来ましたね、ジョーイ。はい、こちらのじゃあ代表者は誰になるんですか。俺です。あら、本当か。あなたね、あなたがじゃあらしいよ、時間かかったあなたが罰ゲーム受けるということでよろしいですね。俺じゃないか、罰ゲームはあなたが心配なリーダーだけどな。わかりました。じゃあまあまあ、全ての責任を負ってくれるっていうことみたいな。そういうことです。そうなります。そうなります。そういうことでしょ。はい、そうなります。俺聞いてないよ、そんなの。そうなります。聞いてないよって言いながらもね、俺だって言ったんだから。そうなります。リーダーとはと言うたもんな。リーダーとはリーダーとはって言ったもんな。俺だリーダーとは。はい、じゃあ、ね、上位組で、ね、頑張ってくださいよ、うん。はい、先ほどちょっと新選組の方はね、見回り組と新選組は、時間かかっちゃいましたから。というかさ、いや、でも難しい、難しくない、難しいだろ。あれもうあれですよね、あれだからね、この人たちも最初から諦めて考えてもなかった、ね、まあちょっとわからなそうだったらね、わからなすぎて全然別の話してたからね。からもう全然この人たちユニバーサルわかったわかったわかった、簡単なやつ、簡単なやつにします、簡単なやつにね、はい、おバカそうなので、あんたたち特におバカそうだから聞けこの野郎。はい、じゃあいきますよ、問題出します。はい、問題こちら、はい、ドン。はい、
あなたは一人暮らしをしています。トイレが汚いので、寝る前に用を足してからブルーレット置くだけをタンクの上に置いてそのまま寝ました。次の日起きてトイレで用を足して水を流したら青色の水が便器の中に流れていってとっても綺麗になりました。匂いもするし、あ、いい匂いもするし、これいい匂いですね。ちょっと聞いてますけど、いい匂いもするし、やっぱり買って正解ですね。あれ？なんかおかしい。これレアとあれが逆になってます。あれ？なんかおかしい。レア？あれ？レア？はい。なんで？なぜ？という問題でございます。なるほどな。はい、うん。なるほど。はい。これがブルーレット置くだけの問題になっております。ディスコードに貼りますので、皆さんね、しっかりとこれ。精査してください。ブルーレット置くだけ。ね、はい。レア、レアレア。なるほどな。はい。レアレア。さあ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 。早速。分かってしまったかもしれない。もう答えな答えな。もういいよいいよ答えちゃえ。答えちゃえ。リーダー行け。一人ずつだよ一人ずつ。はい左から新助、坂本、桂、久兵衛、俺からなんだな、さっちゃんという順になっておりますから。ね、なるほど。はい、いいですか。うん、いいですかあなたたち。はいじゃあね、早速いきますよ、うん、ストップウォッチ起動させます。スタート。はいどんどん質問してちょうだい。いやーそうだな、じゃあ俺から質問するか。はいどうぞ。用を足したのは本当にトイレですか。はいイエス。なるほど。もうまあそれは書いてあるからな、まあ、トイレって書いてある、はい、うん、いやーもう俺は普段違うから。えちょっと待って、ちょっと待って高杉、それはどういうことだ。お前はどこで用意してるんだ。じゃあ次次行くか。ちょっと高杉、とんでもないものを残していったね今ね、うん、はい、意味深すぎるな。どうぞ坂本。次の日よりトイレを用意そして水を流した青い水が、どんどん質問してちょうだい。いい匂いもするし、やっぱ買って正解ですね。このブルーレットを買ったのは自分ですか。はい、そうです。ああ、なるほどな。はい、続いて、うん、桂。このタンクの上に置いてそのままという、タンクっていうのはあの流すところですか、それともタンク、どっち。まあ、あまりそこは関係ないんですけれども、実際に、ね。はい。そんなのはあまり関係ないんですけれどもね。はい。何かがおかしいっていうところですから。なるほど。はい。関係ないですから、ちゃんと質問してください。なるほど。イエスかノーでできる質問してください。あんた答え分かったって言ってたじゃん、言っていいの。いやね、本当だよ、そうだな、分かったって言ってたじゃん、ね、俺の推理と違うものだったのかもしれない。タンクで違ったんだ。答えてみたらいいんじゃない。最初から当てにしなかったな、あまり答え見たらいいんじゃない。分かったんだったら答え見た、どこに書いてあるんですかこれ。答えてみたらいいんじゃない。答えてみたらね。なるほどね、リーダーしっかり答えてみないよリーダー。ああ頼むぞ。いや単純にあのタンクの上に置いたから流すところじゃないのに水が出たから青色のね。全然違います。はい。あもうなるほど。なるほどね。全然違います。はい、全然違います。次どうぞ。え、いいのか。はい。どんどん質問してください。あ、じゃあそうし、パッケージは開けてあるのか。はい、開けてます。はい。もう開けてるだろうな。はい。はい。の。これだけそのまま置いたのか。そんな単純な問題でございません。単純じゃないの？単純にしろよ。俺らのチームの脳みそ考えろ。あ、ヒント欲しいのかいじゃ。いや、ヒントというよりも、ちょっと、次の質問でちょっと俺、うん、ガチビリちょっと質問しよう。じゃあ、さっちゃん、早く質問。問題発言しかしなかったよ。はい、質問。おもらし小僧。どうぞ。なんだろう。青色の水が、とっても綺麗になりました。シュワ。あ、シュワシュワシュワ。え？シュワシュワシュワ。あ、なんかちょっと今分かりかけたんだけど、答えが言葉にできないわ。この、匂いは森林の香りですか？関係ございません。ですよね、はい、いやちょっと待って、もう分かるわ、私次のターンで答えるから。はい、じゃあ、はい、じゃあしんすけ楽しみ。そうだな、じゃあ一つ聞きたいんだが、
これブルーレットを置いてから水が流れたのが一度だけですか？いい質問です。おお。ノーです。だよな。はい。ですよね。はい。なるほど。どういうこと？ですよね。ああ。ですよね。なんか言葉が。ちゃんと出てこないけど、なんとなく分かった気がする。うん、まあなんとなくお前ら察していただいて。いや、そうそうそう。うん、いや、そうなのよ。なんとなく分かった気がする。分かる分かる分かる。なんとなく察していただいて。言葉がちゃんとどう言おうかなって感じ。うん。このチームね、壊滅的なのよ、語彙力が。感覚で生きてるの、きっと。そう、わしら感覚だからさ。ほら、でも質問しなきゃダメだよ。ほら、質問しなきゃいけないぞ。ほら。え、なんで？いやいや、タツマだ。あ、わしか。あ、わしか。タツマが質問です。はい、タツマの質問。ブルーレットだけで流してないんでしょ？はい。すごくいい質問だったですよ、さっきのは。なんて言おうかな。いや、なんとなく、それで分かったんだよ。おかしい理由が。はい、はい。答えかな？答え言います。あ、わかりました。はい、どうぞ。お一回だけじゃないですよね、これね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ブルーレットを置いてて、流されてなかった。はい、で、そのまま寝たんで、はい、で、流しました。朝起きて、用を足しに水を流しました。はい、結局、汚かった。いや、汚かったですか。はい、違います。その質問。言葉がちゃんと出てこない。ちょっと誰かまとめて。何を言いたいですか。じゃあ、僕には分からないよ。桂さん、お願いします。質問ね。答えでは質問でもはい、どうぞ。ではですね、まず質問。はい。このブルーレットは青色のやつじゃないのを買ったのですか。え？だってブルーレットっていろんな色あるんじゃないの？赤とか黄色の青色です。もう青色です。はい。青色しかない。結構答えが近づいてるのになぜブルーレット言った？いや、ブルーレットの色が違うから青色出たわーってなったんかなと思って聞いた。青色だったことがおかしかった。ああ、なるほどね。はい。はい、じゃあ久兵衛さん、はい、お願いします。全然わからない。パスでもいいですよ。わかんなかったら普通に。誰か泊まりに来てるとはありますか？質問の仕方を変えてくれれば答えれますね、そういうちゃんと。あ、だからその登場人物は、うん、そうだな、そう、登場人物は的なことだ。そう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 。登場人物、恋人がいますか？その質問に関しては恋人がどうかっていう質問ですね。ノーです。その質問についてはなんか引っかかる言い方すんな。つまりどうか、そこが重要ではございません。まあだから俺がした質問が結構キーになってて、だからうん、流してないな。つまり今の言い方の感じだと、だから登場人物は一人ではない。一人じゃない。おそらくね。で、だから流れた回数は一回ではないってわけだから。そうそうそう。だからとりあえず誰かがトイレに、そう、一人暮らし、一人暮らしなのに誰かが入ってるっていうことはもう確実なんだけども、だからこのブルーレットのこれ多分な、あれだ、ブルーレットを結構使ってる人じゃないとなかなか、なんかそこを、そうね、うん、その一回でちゃんと濃い青色にならないんだよね、うん、ならないからな、はいはい、なるほど、はいはいはい、今分かったのか。いや、さっちゃんいけるんじゃないかこれ。はいはいはい、もうそれが答えでいい。もういけるい。それが答えじゃない。じゃあ答えるよ。ちゃんと、うん、はい、ください。一人暮らしなのに自分以外の誰かがトイレを使っている。はい、はい、そうです、正解でございます。やったー、はい、素晴らしい。はい、そうです。8分リーダー交換。交換。間違えた。いや俺は、いやこれ俺は。なんか分かったんだけど、え、なんか、うん、え、もっと難しいのかなと思っちゃった。いやいや、そう、なんかこれでいいのって言われて、簡単なのにね。簡単なのにしたって。はい、答えいきます。ブルーレット置くだけは水を流さないとタンクの水が青くなることはありません。昨夜置いただけで寝てしまって、あなたは水を流していないはずなのに青くなっているということは誰かが
いたということでございます。怖ー、誰だよ。おそらくストーカー的な何かしらがいたんではなかろうか。一番怖かったのは辰馬とゼロだから、ね、一番怖かった、まあまあ、はい、辰馬とゼロが一番怖かったから、ね、なんでそういうこと言うの。いやナイスプレーだったよね、わし。ありがとう。いや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 。ああ、そうだな。まあまあ、本人が満足ならいいんじゃない。ああ、そうだな。本人が満足してるんだ。8分でございました。わし満足。俺もやりきった。はい、じゃあ、はい。よろずやと変わってください。よろずやさんどうぞ。入ってきてください。よろずやさん。はーい。どうやって見るんだっけ。てーてー、さあ今のは簡単すぎたかな。今の簡単すぎだったね。わかりましたか。今のはね、あの銀さん質問とか見てなくて普通に。俺あれだよ、トイレから帰ってきた瞬間答え出したから、これあれは簡単すぎたと思うな。あ、そう。じゃあ問題見ただけで答えて。あ、そう。じゃああんたたちはちょっと難しい問題言った方がいいかもしれないね、これ。あ、もう全然ね。もう全然全然全然、本当に大丈夫かな。まあ今言ったから、まあね、これなんかあったらもう全部新八くんのせいってことだよ。なんでよ。そうだね。いや、自分で。ああ、ここの代表者は新八なのね。なるほどね。あら、新八が代表者でいいんだね。よろずやパッチャンとね。お願いします。お願いします。はい、じゃあ問題いきますよ。ああ、やばい。はい、いきます。こちら、ドン。はい、問題。薄暗い部屋で一人、ピアニストの女性が熱心なファンレターを読んでいた。読み終わってすぐに彼女は自らの死を悟った。なぜでしょうという問題でございます。さあこれはちょっと難しいね。難しいですよ。難しい、これちょっと難しいですね。まあ、さっきあのよろずやで取り決めがあるから、どんどん行くよ、どんどん。はい、じゃあこれディスコードに貼りますからね。はい、皆さん、はい、ここ問題貼りました。はい、これ見ながらね。薄暗い部屋で一人。はい、では始めますよ。いいですか。スタートしますよ。ストップウォッチスタートしますよ。いきます。はい、ドン。姉上頑張って。はい。じゃあ、質問しますね、はい。はい、どうぞ。そのファンレターには悲しいことが書いてあったんですか？イエス。そうですね。悲しいことでしょうね。はい。なるほど。まあ、悲しい、その、受け取り手がね、どう思うかですから。はい。悲しいでしょうね。はい。薄暗い部屋っていうことなんですけども、このピアニストの女性の方は病んでたんですか？ノーなんだ、元気ですか、はい、この人元気です、病んでないです、はいはいはい、この人の死は病死ですか？ノー、違います。あら、ほうほう、ダメだ。はい、じゃあこの手紙は殺人予告ですか？イエス。あれ、あ、イエスなんだね。いい質問ですね。もう終わるよ。グラちゃんすごい。いい質問ですよ。すごくいい質問。じゃあ、はい、じゃあ質問、はい、この部屋の外には、はい、女性を殺した人がいましたか？ No。 お？いません。一人？はい、おうおう。そうですね。外にはいない。その部屋は薄暗い部屋。いないってこと。薄暗い部屋。はい。はい、じゃあ、はい、このピアニストの女性は何か事件に巻き込まれていますか？はい、事件に巻き込まれている。おお、すでにね。まあ、はい。おお。ほう。この部屋はそのピアニストの女性のその、まあ、家とかその部屋ですか？おそらくそうでしょう。はい。なるほど。ほう。独身？はい。いい質問です。いい質問です。はい。銀さん、何それ？どの角度からの質問それ？いい質問です。はい。ピアニストは鍵盤触ってるから死ぬならそこじゃねえかなって。なるほどね。そういう殺害方法したことある？それ聞かれたことあるな。一回しかねえよ。やったことある？一回しかねえよ。やばいやばい。あるのかよ。ってことはやっぱ今銀ちゃんが言ったみたいにピアニストっていう職業は大事ですか？うん、そうですね、はい。ほうほう、大事、大事っちゃ大事かもしれない。大事、はい、ほうほうほう。
大事。大事。銀さんの質問で俺ピンときたのが一個あって、うん、と質問なんですけど。はい。女性が使ってるピアノに、はい。毒針が仕込まれていましたか ?No. 塗ってるだけでよくね別に、毒は。あ、塗るだけでいい。まあでもすごくいい質問です。おおおお。すごくいい質問ですね、今のは。なんだろう。はい、すごくいい質問です。じゃあ、その女性の死は、はい。人前で起こることですか？実、まあ、この答えから察すると、一人で、薄暗い部屋で一人なので、人前ではございませんので、はい、ノーですね。おなるほど。でも死んでるってこと、死ぬってことですもんね。実際死んだか聞く？あ、そう。この人は読み終わってすぐに死にましたか？おそらく。はい。おそらく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 。その部屋、電気つかない？つけることが不可能？ノーだと思います。つけることは不可能だと思います。はい。薄暗いは関係ありますか？はい。あるっちゃあります。だ、要はだからつけれるのに薄暗い。はい。ああ、はははは。いいですね。いいですね。いい発想ですね。あ、じゃあこれ聞いとこうかな。その女性は、はい、犯人に直接殺されましたか？ No。No。間接的だ。間接的に毒殺だ。じゃあやっぱ毒死なんだよ、やっぱね。ね。間接的に毒死。直接毒死って何？でも。いや、なんかこう、毒をね、口にパッとか。それだったらナイフでいいだろ。わかんない。もしかしたら、なんか2、3ヶ月こう鍛錬した毒酒がね、あるかもしれないから。でもしかしたらね。飲み物にこれ答え長い系のやつなんじゃねえの、これ。ちょっと長そうなんだね。これ無理だよ、俺。ヒントだね。ヒント。ね、ヒント。いやいや、ヒントはいいんじゃない？まだ5分だし、言うて。ああ、分かりました。はい、でしょ。うん。その、じゃあ私いいですか？はい、はい、いいですよ。じゃあ、その毒は飲み物ですか？ No。 飲まない。はい。今日ピアニストだから、その、ピアノにそうつけれるねっていう。つけられる。じゃあもうこれ結構革新的な、あれいこう。もう、その彼女の手に毒がついちゃってる状態ですか？それはどの場面を指しますか？読んだ時。はい。おう、そういうことですか。手紙毒かもしんない。え、なんかよくわかんねえな。手紙もしくは。だけど、なんせ読み終わって。あれでも、おかしく、熱心なファンレターだから、殺すわけなくない？最初ほら、誰かの質問で、殺人予告だってなってなかったっけ？ああ、そうだ。でもね、それを熱心なファンレターって言うかな。そのファンは、ちゃんと好きなの？ピアニストの女性のことを。そこは重要じゃないかな。重要じゃない。関係ない。なるほど。好きすぎてとかじゃないんだ、じゃあ。でももしかしたらそうかもしれない。可能性はあります。可能性ありますよ。十分にありますけれども、そこが重要ではないかなという。はい。じゃあ、ピアニストの女性には、はい、とある癖がありましたか？なんて言いました？変な癖がある。とある癖がありましたか？ピアニストの女性に癖があるか。いいえ。の。あれ？あー、なんとなくカグラちゃんのあれだな、聞きたいことを分かったかもしれないけど、癖とかじゃないですね。癖とかじゃないです。そんなのそういう多分あれだよね。こう、けどね、新八くんのやつ拾おうかな。死をすぐ悟って、確かもうそのまますぐ死んだんでしょ？場合によってはっていう言い方やったな。ただファンレターを読んだ時にはもう手に毒がついてる状態。ついてて。ってことは、その女性は指を舐めましたか？いいえ。いいえ。え、違うの？いいえ。まあ、手についただけで死ぬわけねえよな、確かに。先ほどのね、だから、いい質問だったのを思い出してほしいですね。
いい質問。あ、直接じゃなくて間接だったし、毒についてピアノに毒針じゃなかったし。じゃあ、その女性は手紙を読む前にピアノを弾いていましたか？そこは、なんとも言い難いですね。わかりません。重要じゃない。重要じゃないんだ。そこじゃないんだ。手紙は大事なのよ、多分。ピアノについてで知ったんじゃないんだ、手紙読んで。わかりませんね、そこは。なんだろうな、なんかちょっと方向がわかんねえな。うん、いやでもすごく惜しいとこまで来てますよ。すごく惜しいとこまで来てます。舐めてないし、多分ね、カグラちゃんのあれでしょ、多分指噛むか、爪噛むかなんかでしょ。そういう癖があれば、そうなんだ。ああ、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 多分そういうことだったと思うんだけど。そうそう。違った、ピアニストであるっていうことがちょっと大。はい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 、はい、ピアニストの癖、僕もピアノもね、ここちょっとね、まあ薄暗い部屋で一人、ピアニスト、ここがね、うん、ここをちょっとよくちょ、なんで暗いのか、なんで暗いか、なんで暗いか、なんで暗いか、え、防音室、いや、え、違う違う違う、でも電気はつけることが可能だって言ってたから可能なのよ、そう、わざと暗い、はい、いや、ちょっとなんなら今俺防音室で配信してますから、はい、そうだから明るくすることできる、はい、はいはいはい、ってことはこの女性のいる場所、京さんの部屋、え、しかもだってピアノを弾く際に暗いのはだって障害でしかないでしょ。そうだよね。邪魔でしかないでしょ、暗いのは。光ってないと。ごめんなさい、もう質問が出てこない。そのピアノはドとミとファの音は出ますか？イエスイエスイエス。クラリネットじゃねえんだからさ。ちゃんとしたピアノだと思いますよ。はい、ごめんなさい。死因はピアノを触ったことに。よるものですか？ いえ。ちゃうんかい？はい、違うんだね。ピアノの曲じゃない。はい。え？手紙だわ。手紙だよね。だね。ただ、指舐めたり噛んだりしてないよね。はい。そうですね。なんだ？電気をつけるっていう行為がもしかしたら大事なんだ。はい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 、はい。おお。でも毒なんでしょ？え、さすがに、塗られるだけで死ぬことないでしょ？だってでも、うん、触るだけで死ぬ。え、硫酸？そういう系？電気つけたら感電とかじゃなくて、いや電でも毒さ、じゃあだってファンレターでそうなんか、うん、お前感電で死ぬでって言ったら、じゃあもう一生電気つけないもんだってね。薄暗い部屋でピアニスト薄暗い部屋でピアニストよく考えてほしいです。薄暗い部屋、それがマジでわかんないな、なんだろうな、多分暗いところでピアノしっかり弾けるってことは天才ですね。薄暗くてもいい、あ、ちょっと待って、ああのえ、いいよいいよ、質問 しまくって、はい、いいよいいよ、どうぞ、して今言ったのとこはあんま関係ないけど、指怪我したりしましたか？あ、いい質問ですね。はい。え？指怪我した。怪我したぞこいつ。怪我したぞ。急にこいつ急に怪我しやがった。ちょ、ごめん、あの とりあえず思いつかないから、そのピアノを買ったのは竹本ピアノですか？わかりません。わかりません。はい、次。ピアノ。じゃあ、そのピアニストは目は見えていますか？え、俺それ知ってる。いいえ。あ、見えてる。見えてる。見えてない、ほら、やっぱり。はい、見えてます。これ、ギャンさん多分一番分かってる気がすんな。でも、だからなとこじゃない？でも、え？だから？はい。よく考えてください。見えてないんです。見えてないけど、手紙が読めた。そうですね。でも、手紙を、手紙展示だ、じゃあ。え？展示だ。展示になんか。ああ、ほんまや。目見えないのにさ。普通の字読めないでしょ、うんうんうん、ってことは点字でしょ、で点字、え、ってことは電気つけるって関係なくない、目見えないのに、確かに暗いのは見えてないからじゃない、そこから離れる、最初から関係ないっつってんだよ。あ、このピアニストは幼少期、ヤマハ音楽教室で育ちました。あ、やばい、終わった。わかりません、わかりません。はい、いい時。ミネ君は男女の友情が成立しますか？しません。はい。しません。はい。ちょっと待ってね、まだ俺整理できてない。じゃあ大体答えっぽいかもしれないけど、はい、イエーイ、女性は目が見えなくて、はい、展示で書いてあった手紙を一生懸命読んでたら、はい、まあ、なんかそういう毒殺めいたことが書いてあって、はい、ほんでその展示のところで指を怪我して、そこに毒が入っちゃって死んじゃった。
はい、そうです、正解です。あー、正解なんだ。はい、正解です。なるほどね。手紙に毒針、はい、だから展示が、はい、そんなこと、はい、展示がほら、だって指でなぞっていくじゃない。はい、あのなんか画鋲みたいなやつの毒に出てる。絵の内容が多分書いてあって、はい、絵ってなった瞬間にピッていったんじゃないの。はい、なるほどね。あ、なるほどね。はい、今のね、まあ、いいね、12分46秒でございました。はい、分かってしまった。いや、もうね、あのちゃんと考えたのとボケもしっかりしてて。はい、ね、答えいきますよ。お手本だよね。答えいきますよ、ね。はい、盲目のピアニストである彼女に展示のファンレターが送られてきたが、その展示の間には毒針が仕込まれていた。盲目を利用した悪魔のような手紙はこう締めくくられている。君の命はあとわずかだ、指は痛むかいと。指の痛みが毒針によるものだと気づいた彼女は自らの死を悟ったというのが今回のストーリーでございました。毒針もほらピアノじゃなかったんだよ。毒殺はあれだね、うん、偶然だった、定めだった。ねえ、銀さんすげえ角度から見たなと思って。そうよね。で、いや、もうなんか俺鍵盤、え、俺はでもその鍵盤を触るプラス、はい、まあ、爪を噛む癖とか、なんかそこら辺だとは思った。確かに、うんうんうん、だって毒殺じゃなかったら、あのファーとかの音を弾いた瞬間爆発するとかさ。ファーの音でバーンってなるのやめろそれ、うん、じゃあファーを抜いた音楽を奏でるよ、じゃあそいつは。ハヌキか。はい、いいですね。12分46秒でございました。これでまあ、はい、割とギリギリだったな。新選組、ね、組割組には負けないということでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、なかなかなんとか、いけたなと思います。じゃあ、ね、はい、変わりましょうか。新選組割組チーム。はい、いや、いいんじゃなかろうかと思いますけれども。はい。はい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 、やばいですねこれ完全に。マリトッツォ、マリトッツォ、マリトッツォ、選ばしてあげましょう。ほう、あなたたちに問題を選ばせてあげましょう。選ばせてくれるんですか。はい、そんな華麗なスルー。はい、では2つ、ババトッツォ、残り2つあります。ババトッツォだ、これはババトッツォ。うるせえなこれ、何がババトッツォだ、これやろ。はい、問題は1つは電車、もう1つは浮気、どっちがいいですか。いや、もうタイトルだけじゃわからないんですよ。そうですね、難しさ、難易度、うん、まあ、難易度で言ったらそうですね、まあ電車、電車の方が待って。よし、電車で行きましょう、じゃあ。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。バカそうだね、あんた、ほんとに。バカそう。あ、でも、電車で行く。あ、いや、多分浮気の方が簡単かもしれない。ほう。あ、うん、おそらく浮気の方が多分、おそらく、回転の速い人はすぐわかるかなと。うん、なるほど。浮気は簡単じゃありませんよ、大さん。じゃ浮気にしましょう。浮気しましょう。わかりました。浮気しましょうじゃダメなの。浮気しましょう。違くなるよ、それは。おい、そこ。そこじゃねえ。やばすぎですか。いや、なんでこれ、なんでもない。起きた隊長、浮気はダメですよ。浮気にしておきますか。いいですよ。まあ、私はどちらでも。エリートですから。あら。いや、でも。どっちでもいいぞ。浮気だなんて。じゃあ、近藤さん決めてください。はい、どっちにしますか。いや、じゃあ浮気で。わかりました。なんか失礼しましたみたいな。じゃあ、おそらく浮気の方が多分パッと出てくるんではなかろうかと。わかりました。じゃあ瞬殺してあげればいいじゃないですか、我々で。あ、そうですね。それはもう、それは切るってこと。そうです。切っていきましょう。はい、挽回していきましょう。いいですか。いいですか、出しますよ、問題を、うん、お願いします。はい、行きましょう。では浮気の問題、こちら、ドン。問題、妻は若い男性と浮気していった。浮気相手と2人でデートをしていた時、彼女の夫から電話がかかってきた。電話を切った後、彼女はこう言った。どっちもどっちで、一体どういうこと。うん、はい、これが、浮気の問題でございます。はい、うん、こちらの、元ネタの元のソースがちょっとどこにいたかわからなくなりましたので、お許しください。はい、はい、お、今は若い男性と浮気していた、浮気相手と2人でデートしていた。そうです、もうドシンプルなやつなんでしょうかね。まあ、かなり、シンプルで、はい、分かりやすいかなと思いますけれども。ああ、なるほどな、はい、いいですか、じゃあ早速スタートしますよ。やっぱりわからん、はい、スタート、はい、はい、じゃあどんどん質問してください。でも
若い男性と浮気していた。浮気相手と二人でデートをしていた時、あった彼女の夫から電話がかかってきた。夫から電話がかかってきた、うん、男性と妻は若い男性と浮気していたって、もう浮気されてる旦那目線ですよね、ここまで。でまあそうですよね、浮気相手と二人デートしてて、彼女の夫から電話がかかってきた。彼女の夫から電話がかかってきた、うん、ええ、妻の夫ってことだろ、うん、そうですね、うん、彼女の夫、あ、それを聞けばいいんじゃないですか。この彼女の夫からって、まあそうだな、まずこの彼女は妻のことを言っていますか。妻は若い浮気と、うん、若い男性と浮気していたの妻のことですか。はい、そうです。うん、ありがとうございます。この、どっちもどっちねの、どっちもどっちの意味なんですけど、はい、これは、夫と、若い妻のことを指しています。あ。はい、そうです。ん？なるほど。すいません、山崎さんの質問の意味が分からなかったんですけど。なんでなんで、俺もちょっと分からなかったな。どっちもどっちっていうのが、そのいろんなどっちもどっちがあるじゃないですか。要するに、あの、じゃあ、あの、男、相手の夫と、その、うん、夫のことと、自分の浮気相手の若い男のことを、この彼女が天秤にかけて、どっちもどっちって言ってる場合もあるし、うんうん、彼女自身と、うん、その、夫のことの二人もあるじゃないですか。なるほど、なるほど。で、それでどれのどっちもどっちなんだろうって思って、うんうん、彼女と夫のその二人のことですかって聞いたら、はいはい、そうって言われました。ありがとうございます。なるほど。はい、大変わかりやすかった。はい。彼女の夫から。はい。はい、どうぞ。その若い男性には、他に恋人はいますか？若い男性に恋人ですか？その奥さん、はい。の浮気相手？おそらくノーでしょう。うん、おそらく、おそらく、ああ、おそらく。ヒルドラ、じゃあ質問です。はい。突っ込まなくていいの？いや、このままもう流していったらどうなるかな。どうしてですか、土方さん。それはもう負けを認めているということです。なんでだよ。で、負けを認めてるわけじゃねえ。窓まぎ、窓まぎなんてねえよ。なんだよ窓まぎって。窓方さんはとりあえず質問。なんだ窓方さんって。土方さんです。窓方。いやいや、魔法少女じゃねえのよ。魔法少女窓方さん。頑張れ窓。いやいや、略しすぎ。もう行きましょうって何？ちょっともう全然質問お前らのせいで考えられなかった。パーッ。じゃあ、のぶみさん行きましょう。え、本当に大丈夫？ルールとして。いけ、早く、いいよ、いけ。怒ってる。はい、はい、してください。じゃあ、この、夫の方は、はい。他に浮気相手がいますか？はい、います。あ、そうですね。はい、いい質問です。そうよね。いい質問です。だよね。お父さん、本当に分かってんのか？おう。ちょっとうがちすぎかもしれませんが、ちょっと聞いておきます。妻と浮気している男性と彼女の夫が浮気している、まあ、誰か、は親戚ですか？そこに関しては、分かりません。関係ないということですね。分かりました。親戚かどうか分かりませんけれども、はい、ほう、はい、はい、どうぞ。妻が浮気している若い男性とその夫は知り合いですか？はい、あ、うん、分かった。どっちもどっち、どっちもどっちって、でもどうなんだろう。確かにね、どう答えを表現していいか。え、待って、若い男性と夫は知り合いで、はいはい、で、うん、妻はすごくいい質問。これあれじゃないですか、電話が、夫も浮気してんじゃないですか。あ、そう、それはさっき言ってた。それはさっきですよね。でだから変な四角関係か三角関係みたいな感じで、多分電話で何を言われたかが重要ってことですよね。そう、若い男に他に相手はいないんだよな。うん、その夫からの電話で、
自分が浮気してることを、あ、じゃあ、夫からの電話で、自分が浮気してることがバレた連絡が来ましたか？どういうことだ？ちょっと待って、ちょっと待って、夫からの電話で、そのお嫁さんの浮気の、電話が来ましたか？意味がわかりませんけど、ちょっと待って、日本語でちゃんと説明してください。日本語にしてください。違う違う、待って、分かった。その夫から電話がかかってきてるじゃないですか。はい、この電話の内容は、はい、その夫が妻に対して、お前浮気してるだろっていう電話ですか？いいえ。これ、あれじゃないですか？うん？多分、今、その妻と若い男性が浮気してる最中で、その夫が電話を妻にかけて、うん、ごめん、ちょっと帰り遅れる、今、その浮気してる男性の名前を出して、この人とちょっと残業があって、みたいな。そう。で、私もそう思ってたんですよ。まあ、なんで今、その妻側からすると、その若い男性のその彼は今私といるのに、ああ、この、夫の方嘘ついてる。だから物理的に不可能なことですもんね、うん。で、どっちもどっちっていうことだと思うんですけど、なんて説明したらいいの？まあ、そのままだと思いますよ。うん、これ、答えでいいんですか、私。うん、はい。まあ、皆さんパスすれば答えれますから、はい。うん。いいですね、皆さんパスで。じゃあ、佐々木さんどうぞ。あ、よろしいですか。妻が浮気してる若い男性と、夫が浮気している相手は知り合い。まあ、友達友人関係なのかな、分かりませんが、彼女の夫から失礼、彼女の夫から自分の浮気している男性と、まあ、約束があるから、うん、という理由で、まあ、物理的に不可能、まあ、嘘をついているということが分かった、うん、そして浮気をしていると確信に至った、うん、ここでいかがでしょうか。はい、そうです、正解でございます。よっしゃ、おー、なるほど、素晴らしいです。俺の見込んだ通りだ。はい、その通りでございます。迷った、何の爪痕も残せない。うるせえぞ。うるせえぞ。どんまい、頑張ってくださいよ。はい、7分でございます。うちのリーダーは近藤さんだろうがよ。何言ってんだ。はい、うちのリーダーパスしかしてない。では答えいきましょう、こちら、どん。答え、あ、もしもし、今まるまるくんと飲んでるから帰りは遅くなる、ごめんね。妻、分かったわ、気をつけてね、おやすみ。浮気相手、今の君の夫からだろ、なんだって。妻、夫は今あなたと飲んでて帰りが遅いらしいわよ。彼女たちはホテル街に消えていきましたとさ。まるまるくんイコール妻の浮気相手。はい、そういうことでございますよ。するに、夫の、おそらく部下か、まあそのまあ友達か、その辺でしょうね、と、飲んでると。はい、もう明らかな嘘をついたということでございます、うん、なのでどっちもどっちへという言葉が出てきたということです。うん、はい、クソ野郎だな。はい、ね、こちらの問題はわりかし簡単な問題となっておりますので、さすが警察、我々はエリート、いや右端がエリートですからね。さあ、ただ次の上位組が答えれるか答えられないかで、うん、勝ち負けが変わってきますから。はい、答えるな。答えるな、頼む。16分上回れば向こうがね負けになりますから、うん、はい、よろしいですか、うん、はい、はい、では入れ替わりましょう。上位組来てください。マリト、頑張ろうな。マリト、マドトッツォ。さあ、いけるんでしょうか。はい、来ました。はい、さあ、この問題がわかるかな。へいへいへい、あんたたちに、あんたたちにこれが16分以内で答えれるか心配ですけれども。マインクラウドすっか。やる気あるのかお前ら。はい、大丈夫ですか。やる気ありますよ。はい、じゃないと桂さんが罰ゲーム受けることになりますから。なんで俺なのよ。それはね、私たちは全然問題ないんだけど。いや、問題あるの。私らは何も問題ないの。問題ある の, いや、あるの、あるの。はい、じゃあ行きますよ。はいはい、はい。では問題いきますね。はい。問題。電車に乗ったら、必ず隣に座っている人の足を踏む男。なぜそんなことをしているの？
なるほどな。はい。なるほど。という。なんか、わかったやつがいるぞ。さすがうちのリーダー。問題でございます。シンプルな問題となっておりますけれども。さあ、答えられるのでしょうか。いやー、でもこういうシンプルなのが難しかったりするからな。はい、ではストップウォッチいきますよ。スタート。そうだな。電車に乗ったら必ず隣にそう。はい。どんどん質問してくださいよ。はい、なるほど。その男が座っている席はいつも同じ席ですか？で、その男がいつ、あ、位置だな、はい。座ってる位置だな。座ってる位置はいつも同じ位置。関係ございません。うん、なるほど。あ、関係ないの？はい、関係ございません。座ってる位置は関係ございません。その男は目は見えていますか？見えてます。はい。見えてます。イエス。高杉。はい、わかった。高杉。なんか、キャラ変わったぞ、高杉。すいません。お前誰だ？あれ？あれ、何ですか？お前の答え分かりました。これ、俺だからです。はい、違います。はい、違います。違うか。ああ、違うんですね。残念ながら違います。違ったんですね。はい、残念。高杉、キャラじゃ、高杉戻った。あ、戻った。戻りましたか。あれ？あ、すごい。ああ高杉、そんな技覚えたのか、お前。ああ、実はな。うん、すごいな。さあ、桂さん、答え、あの質問していかないと、どん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 時間が経ってしまいますよ。タツマッチョ。わし答えたよ。え？はい、質問してください。ずらしゃずら。面白い。はい、質問してください。その人の足はすごく大きいですか？関係ございません。何？足でかいから踏んじゃうとかじゃないの？はい、関係ございません。なるほど。確かに足でかいから踏んじゃうってことあるよな。そうね、あるかもしれない。それはなくもない可能性じゃ、可能性が。可能性があるからな。可能性がある。何笑っとんじゃ、お前は。はい、関係ございません。真面目にやってんのよ。そうだぞ。わしら真面目じゃ、これも。全く関係ございません。なんだって。さあ、キューベ。その足は、踊ってましたか？関係ございません。足が踊るってあれ関係ございません。このキューベ、同じ匂いがする。キャラかぶせに来たね、キューベ君。なるほどな。やはり近いものを感じるね。よくない、よくないわよ、それ。よくない。同じ匂いがするな、くんくん。そうね。はい。満員電車ですか？いい質問です。いいえ。おお。いい質問じゃろうな。なるほどな。なんだ。いい質問ですね。ほうほう。高すぎか。そう。満員電車がいい質問か。満員じゃなかったんだよね。満員じゃないんだよね。なるほど。ガラガラなんだ。やっぱ足でかいのかな。でかいんだ。で踊ってんじゃないか。違うって言われたんですよ。全然違います。全然違います。なるほどな。はい。その手があったか。さあどんどん質問してください。そのあそうだな。の。その足を踏むのは。踏んでいる時間は長時間ですか？いいえ。長時間という、その定義が。ああ、なるほどな。なんとも言えませんけれども、長時間、長い時間ということであればいいえです。なるほど。一般的に長い時間といえばね。はい、なるほどな。なるほどね。電車に乗って。これちなみに難易度はどれぐらいか？うん、まあそんなに質問ですかそれ。違います、すいません。そうじゃの、電車に乗ったら必ず隣に座っている人の足を踏む男、なんでこいつは振ってるのかな。あー踏んでる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 、そう聞かれてんのよそれを。
この男は、はい、酔ってますか？いいえ。ああ、うん、酔っ払いではないのか。はい、うん、なるほど。なんじゃ。うん、難しいね。難しいの。これはね、わかんないわよ。いや、こういうシンプルなのが一番難しいから。だから、もうどんどんいろんなこと聞いていくしかないのよ、うん、こういうのは。そうじゃの。よし、リーダー、任せリーダー。任せリーダー。任せリーダー。どんどん聞いていかないと。この男の人はストレスが溜まっていますか？関係ありません。いや、だって踏むって絶対ストレス溜まってるでしょ、これ。そうね、なんか。うん、この問題に関してはそのストレスは関係ございません。なるほど。うん、なるほどな。違うのか。八つ当たりかと思ったんだけど。その隣の男はの T シャツにド M ですって書いてあります。関係ありません。はい、関係ありません。違うね。はい、ド M ですの関係ございません。あれ、ズラ。あれ、なんかズライメチェンした？ブーチョーイ、あ、イメチェンしたな。チョーイ、髪切ったんだ。じゃあ質問です。はい、何でしょう。左側3人のメンタルが弱いから大事に扱った方がいいですか？イエス、扱って。それわざわざ言うことある？やめろ、もう金時。イエス、はい、イエスって司会も答えるな。まあ、俺は大人だけどすぐ泣くからな。分かった。大事に大事にする。よく泣いてるからね。さあ、6分超えてまいりました。わしすぐ手切るからね。なるほどな。さあ、超えてまいりました。さあ、どんどん。時間ない時間。さっちゃん、時間ないよ。どんどん質問して。ほら、もう何でもいいのよ。誰あ、確か。うん、そう。あ、隣に座っている人は、同じ人ですか？必ずその踏まれている人は。いいえ。同じ人ではない。誰でもいいんだ。でもない。じゃあ、誰でもいい。一つ質問があって、はい、この足を踏んでいた男はこの後駅を降りますか？はい。なるほど。まあ電車に乗ったら降りるだろうな。いや、違う。そうじゃなくて、多分、降りる駅とかに、どういう理由で降りてるかによる。だから、踏んで、あ、うん、だから、踏んで降りることに何か意味がある。なかもしれないし。あ、いい着眼点ですね。いい着眼点ですよ。すごくいい。足を踏んで、そう、同じその人の足を踏んどいて、その人が降りると一緒に降りてるとか、まあ、そういうのもあるし、だから、踏むことに何か意味があるから、うん、ただ駅を降りるかどうか聞いた。だから。わし、ちょっと分かったかもしれない、これ。何？あ、行きなさい、行きなさい。答えですか？答えですか？答えじゃなく、ちょっと確認で質問いいかの。質問、イエスかノーで答える質問をどうぞ。踏まれる男性は、寝てる？イエス。いい質問です。なるほどな。わし分かったかもしんない、これ。なるほどね。わし分かったわ。おう、じゃあ頼むぞ。答えの？ダメですか、勝田さん。はい。俺なのか。パスするないですよ。パス、どんどんパス回し、立つまり回すならいいですけど、うん。この足を踏んでる人は人間ですか？イエス、はい、当然です。当然です。大事よね。その方大事だな。転生してます。人間じゃないか。世界に転生してるわけではございません。大事大事大事。なるほどね。ああ、よかったよかった。妖怪とかじゃないからよかった。あ、俺もちょっと見えたかもな、これ。わしも分かったぞ、多分。俺もちょっとこれ見えたかも。お質問です。はい、どうぞ。この足を踏みに行ってる人は、手に大きな荷物を持っていますか？関係ございません。関係ない、はい、うん、荷物がどうとかことは関係ございません。うん、多分これは荷物じゃないな。そうだ、ん、な。でもおそらく物に関しては合ってると思うよ。物？物？いや、物？いや、多分、え、違うかな。いや多分違うと思う。待って、この質問が聞いていいかわかんないんだけど、え、聞いてないよね、多分。この二人が知り合いかは聞いたっけ？まだ聞いてない。いや、でも誰でもいいってことは知り合いではないと思う。そう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 。あ、そか。なるほど。うん、あ、じゃあちょっと思ってたのと違った。うん。じゃあ俺いいか？うん、その足を踏んでいる男は耳が聞こえませんか？
いいえ。今んところ満員電車でなく、で男が寝ていて、でしかも誰でもいいんでしょ。そう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 。うん、そうだ。誰でもよくて、うん、質問イエスかノーで答えたらイエスって言ってたじゃんか。寝てるか寝てないかって言ったら、うん、ってことは多分全員踏むとき寝てるんじゃない。うん、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 だから踏む男性は寝てる人しか踏まないってことでしょ。うん、うん、それで、うん、いや、だから質問、うん、もう一個いいですか。はい、どうぞ。その踏まれた男性は痛がってますか。いいえ。ほら、え、そうだよ、やっぱそういうことだよ、やっぱ。いや、分かってんのそれ。でも、え、多分分かった、もう、わし。ほんと、うん、じゃあもう、回そう、回して。いや、そうだね、回して答えてもらうしかないな、うん、パスいいですか、じゃあ皆さん。じゃあ、タツマでもう一回いいですか。そうだな、タツマにじゃあ、はい、おいおいおい、やっちゃやっちゃ、うん、多分、はい、その踏む男性は、うん、はい、スリシだと思います。理由を説明してください、ちゃんと。踏む理由を説明してください、ちゃんと。踏む理由としては、あの、多分起きてるか、あの、それで起きるか起きないかを測って、寝てたら、金取ってそのまま降りるんじゃないかな。正解です。ほらー、おいすごい、はい、そうです、正解でございます。俺のヒントが生きたね。いや、お前のヒントは一つも生きてなかったと思うんですよ。人間かどうかの、どちらかといえば多分俺のヒントが生きたんじゃないか。どちらかといえば人間です。はい、ですね、こちらの、問題の答え、こちらになっております。答え、男はスリだから、移動するたびに電車に乗っているわけではない。夜の電車にはベロンベロンに酔っ払いがたくさんいる、うん、そいつらから金を盗むために電車に乗っているのだ。だったらなぜ隣の人の足を踏むのか。それは隣の人がどれくらい深い睡眠をしているか確かめるため、うんうん、スリのメインターゲットは熟睡している人間だ。熟睡しているか浅い眠りかを判断するとき、見た目など当てにならない。実際に財布を取ろうとして相手が起きてきたら元も子もない。足をちょっと踏んでそれでも起きない場合に実行するのだということでございます。なるほどな、あ、なるほどな、さすが、いや、さすが、いや、あんたやったことあんの。さすが立場、いや、昔やってたからな。いや、よくやってたよ、わし、こう見えても、うん、はい、やってた、やってた、そういうことでございます、うん、よく踏んでた。なるほどな。はい、では皆さんお集まりください。はい、あ、皆さんお集まりください。集まれ、皆さんお集まりください。ちょっとやめて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 、すごいすごい、ほう、あ、わし、わしのままだ、ダブりまくってダブりまくってわしのままだ、わしのままだ、この席、よし、ダブりまくってる、これダブりまくってる、この席わしだぞ。あ、なんか、なんか一人だけ上にいるやつ、いるあぶれてる一人。全員をこう上に上げなきゃいけない労力ね。めんどくさー。はい、非常にめんどくさいんですけれどもね。宇宙トレインできそう、これ。宇宙トレインできそう。そうね、今の問題ね、簡単に解けちゃったんだけど。あらまあ。ほう。一個前の問題がマジ、うん、あれ、半端じゃないぐらい難しいと思うんですけど、あれ俺無理だったね、こっち。半端じゃなかったね。意味不明だと思う。そうね、日本語が。難しかったと思いますけど。電車の問題は、坂本さんが正解したんですよね。うわしじゃ。そうです。常習犯ですよ、逮捕しました。模様改めてある。違うんだ、違う、よくないよ、こういうのわけじゃない。スリっていう発想に行ったのがすげえなと思って。でも、ずらと坂本がリアルで遊んでるときに、ちょっと足踏まれましたって言ってたもんね。俺も踏まれてますね。あ、ちょっと用事が。用事じゃねえんだよ。さあ、用事ができました。一応これ、戦いですから。で、勝敗がつきます。はい、うん、そうだね。なるほど。結局、足してもいい感じになるんじゃねえか。足したらどうなる、足してみますか。足してみますか。うんうん、今ね。ね、はい。ちょっとモデレーターさん、いいですか。1戦目、よろずや組が4分18秒。早い。はい、で、はいはい、2戦目が12分46秒となっておりますから、合計で、17分、4秒ですか。4秒ですね。17分4秒がよろずや。
はい、はい、そして、上位組が1戦目が、上位組から消さすのね、おそらく多分あれだと思いますから1戦目8分3秒で2戦目がおそらくってなんじゃおそらくって11分32秒なので19分35秒ですね19分35秒そして新選組の1戦目が16分5秒で2戦目が7分20秒なんで23分25秒になってますねはいそういうことよろしいでしょうかどうしましたかどうしましたか1問目の問題は難易度を加味して減算してほしいですあらまあそうですかじゃあどれくらい減算しましょうかね10分でお願いします10分そう、1位になろうとしてる。これはちょっと違うじゃろうか。リスナーさんに聞いてみますか。何分、何分の減算が妥当だと思いますか、リスナーさん。いやいや、気にしないでください。何分が減算が妥当だと思いますか、皆さん。1秒。国家権力で。1秒。2分でいいんじゃないそうですね。まあ、ここは10分コースしかないよな、都市。3分でいいんじゃない?10分前後。俺はただコースだけど。5分か。何を?あ、でも3分5分って意見がめちゃくちゃ多いから間を取って。4分で !4 分 !4 分 !4 分さあどうなりますか?4 分!4 分削った場合どうなるんでしょうか新選組。うん。うん。何分だっけ覚えてね。おそらく23分俺たちの仕事じゃないだろ。23分ぐらい言ってなかったかな。うん。ということは19分。20何秒って言ってたかな。うん。まあ、結局ちょっと待ってね。出ましたね、今。23分25秒だから。はい。19分25秒になるね。19分25秒。そして、愉快な仲間たちは、19分35秒。ということは、ギリギリ上位組たちが、負けということになります。おかしい、これは。おかしいじゃろうか、それは。リーダーのズラがサイコパスすぎたから30分計算じゃない。リーダーが不甲斐だから。リーダーが不甲斐だから。リーダーの質問の時間なかったものにしてもらえないリーダーの質問タイムなかったことにしないあれ。乗っている人は人間ですかっていうやつ。てか、そうそう。俺ちょっと一つ言いたいことがあってさ、どうしましたか？これウミガメのスープの、はい、なんか、うん、俺たちの一戦目のやつあるじゃないですか、脈なしのやつ。はいはいはい、あれ裏でね、はい、さっちゃんがババアに、これ死んでるんじゃないって言った時に、いいえって言ったのよ。ほう。そうだから、俺さっちゃんと全く同じ質問して、あ、これいいえだろうけど、まあ、とりあえず言っとくか配信上って思ったら、はいって返ってきて。困ったっていう。裏の時は私あの問題いっぱい作ってたので脳死しておりましたから。裏はね。なるほど。そうだったのね。まあいいえって書いてくると思ったらもう確信ついちゃったよあれ。はい、僅差でなんと上位組が負けというふうになりました。本当に負けなの？そうですね。リスナーさんの、リスナーさんがそういうふうに減算でね、言いましたから。じゃあ、1ヶ月間隣の人の足を踏むという生活を、もしもし、ポリスメン？踏みに行くか、今日から。でも、わしらのチーム役に立たなかったのズラだけだよ、今日は。だから、ズラの足でいいんじゃない?ズラはかなり役に立ってなかったです。確かに、何の隠しにつく質問一つも出なかったので、はい。ズラは全くもって役に立ってないというところでは、まあ、横で踊ってる女の人がいました。踊ってる人いたです。足でかくて踊ってるやついたり、自分でリーダーを踊、ね、自分でリーダーに名乗り上げた上、で、うん、その質問、確信つく質問一つもない。もうこれは先般でございますので。いや、大先般だ。はい、やはり、あなたが一番罰ゲームがふさわしいと。ツイッターの名前をダンシングビッグフットにしよう。はい、では、ツイッターの名前、ダンシングビッグフットでお願いします。あと人間ですもつけて。うん、あと人間ですもつけて。人間ですもつけて。人間ですもつけて。はい、ズラのね、ダンシングビッグフットが本当になってるかどうか確かめたい方は、ぜひズラのツイッター見に行ってくださいね。確認してください。確認しないな罰ゲームちゃんとしてるそうです。このなんとこの後は実はですねさらにこれ以上の企画が銀時の枠であるとなっております。俺の枠なの？え違う違う。俺じゃないよ。俺じゃないよ。嘘でしょ？
今日は、あさちゃんだよ。あ、さちゃんか。あさちゃん。さちゃんの枠で、なんと、とんでもない企画が、ご用意されておりますから、はい、皆さん。なんだってじゃあ、さちゃん、すぐ取ってもらっていいですか、さっちゃん。はーい。はい。楽しい。どんぐらい脱げばいいの？そういうことじゃないな。ね。センシティブ、あんた。センシティブ。脱げ。脱ぐぞ。脱げ。俺はただ脱ぐだけだ。脱ぐのね、あんた。脱ぐのね、あんた。また脱ぐのか、お前は。また脱ぐのか。新八の頭に輪ゴムをつけて、いつ爆発するかだからね。まあでも、ちょっと、こちらの。結構、グロいの、それ。これやりますから、さっちゃんの後で。俺は是非見たい。とんでもないことが起こります、この後ね。ちょっと見たいな、でもそれ。新八危機一発とかじゃないの。うまいな。でもね、これどうですか？これ結構良かったじゃないですか、企画としてはね。難しい問題と簡単な問題の差が半端じゃなかった。いや、私はヒント出しますかってね、散々言ってもね、佐々木さんが、言えよ、みたいな感じだったから。あ、そう？答えたいんだね、と思って。自分の手でね、導き出したいんだな、と思って。私は大変楽しませていただきました。途中ね、楽しすぎて、さあ行きましょうとか言ってたから。質問したいって言ったよね。イサブロじゃなかったからだもん。中身の人出てきちゃった。もしかしてエレベーターのやつとかは特に面白かったね。面白いでしょ。私もね、いろんな問題見て、それで考えて、あ、これが良さそうだなっていうのをチョイスしてますから。ちなみにエレベーターよろず屋にぶつけられてた、あれ30分かかってた。全然わかんなかったね。あ、そう、わかんなかった。ちょっと10分前後あたりでサメに囲まれてたからね、俺。そんなことない。実際の事件だとか言うからさ、俺たちもなんか新八君とね、タイタニックじゃんって盛り上がってた。それ上位組に振られてたら多分3日かかってたから。上位はブルーレットでちょうどいいの。ブルーレットちょうどよかった。まあブルーレットもね、ブルーレット使った子がいたみたいなのでね、使ってた子がいたからなかったみたいなのがありますから。もうね、いなかったらちょっとどうなってたか分かんないですからね、さっきのは。分かんなかったの。うん、素晴らしかったと思いますけれども。はい、そうだな。うん、さあ、二次会はさっちゃんの枠となっておりますので。もう撮ってるってこと？もう撮ってる？もう撮ってる。早い！早い！裏張ってちょうだい。裏張ってちょうだい、私のところに。ディスコードに。急いで張ってちょうだい。待って。さっさとあるでよ、あんた！おかしい。ごめんなさい。はい、じゃあ皆さん、この後は、こちらの枠で、やります。はーい。ちょーい。行かないと何するかわかりませんよ、皆さん。こちら、メンタルが、こちらです。今すぐ腕切りたい。行かないと新橋の脳の破片もらえねえぞ。今来ないと腕切りそう。あら、あらら、高評価が選挙が残念ながらアーカイブこれ残らないですね。残り100だったんで。残らないのか。残念です。メンバーシップ限定ですか。ちょーい。メンバーシップ限定になっちゃいますね、これ。まあまだ、おいおい、ババアの金になんのかよ。あら、終わるまでまだちょっと、冗談じゃないよ。あら、いいのか。終わっちゃう。おばあさんの思い通りになってしまうぞ。ああ、これまで終わっちゃう。うん。終わっちゃいますよ。なんだ、不定行為か。押すなら今しかないんじゃない？ボンバーヒップ限定って何か。上がってきてますね。あら、あら、まさか。行っちゃうのかいこれ。行っちゃうのかいこれ。あ、ちょっと残さなきゃいけなくなるのか、私。これだっていいなぁ。やばいよ、これ。あ、赤目の、あ、やばいよ。俺の生まれた年になって、あー、2回目。はい、アーカイブは残ります、皆さん。はい。あとで楽しんでちょうだい。よかったじゃねえか。はい、残りますね、皆さんのね。はい、連携が。後々僕らもちゃんとこの録画見て反省できます。はい、じゃあ皆さん、移動してちょうだい、ここに。はい、サッチャの枠。はい、こっち終わっちゃうよ。終わっちゃうよ、配信終わっちゃうから。終わっちゃうよー。今しかない。はい、それでは皆さん、二次会で会いましょう。さよなら。またねー。ババイビー。配信では大丈夫なんだろうけど、こっちではババの声、それでたってなってたからです。やめてちょうだいわ、あったか。音割れてるから、音が強いてくんない。あ、そうなの。びっくりした。音割れすぎた。あ、そうなの。やばかった。早く移動してね、すごいことやるよ、やばいよ、あー、脱いじゃう、あ、金時が、イケメンをさらす、あ。あ、はい、そうです。